トゥーランドプエルゴの時間です。よいしょー。これを見れば日本神話の全てがわかる。今回は誰でもわかる日本神話完全解説の回でございます。ということで、まあ、最近ね、このチャンネルを知ってくれて日本神話のことはよくわからんなって人もいるし、うん、逆に1話バーンって通して聞くことで、うん、また分かってくることとかもあるので、あ、はい、1話にギュッとね、こう日本神話を凝縮してお話ししようかなと思とるわけでございます。わけでございます、はい、と日本神話っていうのは、うん、まず神様が現れて、うん、いろんなストーリーを経てね、天皇という存在になっていくわけですよ、うん、要は神話から、まあ、歴史みたいな感じに移り変わっていくと、はい、なのでまあ、トゥーランドブリルが定義する日本神話っていうのは、うん、神の登場から天皇になるまでという定義でね、お話していようかなと思っております。なんで古事記が作られたんやってお話なんですけれども、うん、それはね、西暦673年から686年にかけて在位した天武天皇がね、うん、まあ、どうやらね、今伝わってる歴史じゃなく嘘ばっかりらしいなと。嘘ばっかり、そう、嘘ばっかりやから、もう正しいとこだけ集めて、うん、まとめ直してちゃんと後世に伝えなあかんのじゃないかって言い出したわけですよ。はいはい。で、それを、ヒエダノアレさんと、ちょっとやってくれまへんかってお願いしたわけですよね。うん。ヒエダノアレっていうのは、うん、まあ、一度見聞きしたことはもう絶対に忘れない天才なんですよ。おお、すげえ。そう。で、まあ、その人が、いろんな歴史を覚えて、大野安丸さんって人が書いていって、まあ、編纂したと言われてるわけですよ。で、命令したね、天武天皇も亡くなっちゃったりとかね、うん、その間に何回もこう、天皇が変わって、西暦712年にね、古事記が誕生したわけでございます。ようやくね。それでは、この古事記と、一体どのような物語なのか、お話していきましょう。天地開闢、まあ、古事記の最初っていうのは、うん、その天と地がパコーンと分かれたタイミングでね、うん、あの、高間ヶ原っていう天の世界からゴーゴーゴーバコー、雨の水神っていう神様が現れて、出た水神。そうで、次に高見結びの神っていうのが現れて、で次に神結びの神っていうのが現れるわけでございますよ、うん、でこの三柱の神様を増加三神と言って、まあ、この世界を創造したよみたいな、まあ、かなりね、偉い神様なんです。重要だね。重要やけど現れて姿形は一切出てこない、うん、名前だけドーン出てくる。あ、そうなん。そんな感じなんですよ。はい。でこっからね、神様がブワーって生まれまくって、うん、その名前がダラダラって出てくるんですけども、うんうん、まあ、大体の人はここで読むのをやめます、うん、もう知らん情報がね入ってくると人間あんまもう集中できへんから、ちょっといっぱい来るとね、名前がドーンってくんのよ、うん、当時の大地っていうのはまだ固まってなくて安定してない、うんうん、まあ、そんな感じやったから、うん、そこで生まれてやるぜって燃え上がるような、うん、そういうエネルギーから神様がドロドロって生まれてくるわけ、ね、しばらくね、単独の神様が現れるわけですよ、うん、ね、雨の床たちの神とか国の床たちの神とか、ね、豊雲の神は多分雲の神様なんでしょうね、はいはい、いろいろバーって雨降るみたいな感じなのか分かんないけど、いろんな神様が生まれる、うん、でとりあえず現れるけど姿形は表さなかったっていうね。あ、そうね、名前だけ出てくるシーンがいっぱい続くのよ。そら離脱する。そでそっから徐々にね、男女セットで神様が現れたす、うん、でトントントンで何代か続いた後に、うん、あの有名な、はい、イザナギっていう男の神様と、うん、イザナミっていう女の神様が生まれるわけですよ。有名だね。そうで、この天の神々がイザナギとイザナミに命令するわけですよ、はい、ね、この漂ってるこのぐんにゃぐにゃの国土をね、整えて、うん、作り固めてくれへんかと、はいはい、ね、矛渡すからこれで固めてくれって渡されるわけですよ、うん、あ、なんやろこれ もらって、うん、で二柱の神様、うん、で天から地上までこうね、はしごがブワーってかかってるんですけど、うん、そこを降りていくわけですよ。おいおいおい。でももう言うてしまえば、うん、このまだ大地をね、うん、あのなんか水の上に油浮いてるみたいな、わジュルジュルの状態ない、うん、ジュルジュル、いやいや、焼肉食べた後にさ、うん、タレ浮くやん、うん、あんな感じやつ、いやいやなで、もらったそのね、矛を使って、うん、ヌプーンってプーンヌプーンって入れて、ヌプーンでいい、で、コーロコーロ、うんこういう擬音なのよ。意外とまったり、意外とまったり、コーロコーロって混ぜてヌプソって抜いて、ヌプソ合ってる、ポタポタポタってこのね、矛の先っちょから滴るわけよね、はい、水が、うん、それが固まって島になったわけ。おお、島が完成。これが小野五郎島でございます。小野五郎島、今でもね、ある島なんですけども、うん、この島に降り立ってね、うん、よっしゃやっていくぞと、やっていくぞと、で、神聖な柱作って、はい、住めそうな宮殿みたいなの作って、お、いいね、じゃあどうしていこうと、まあ、神様生まなあかんから、うんうん、まあ、ちょっとそういうエッチ
チなことしながらわけですよ。そうや、ね、多分そうだね。営んでいかなあかんからね。うん、で多分ね、なんか心のシーン不思議なんですけど、うん、天から降りてきてるから、うん、地上に降りた時にこう肉体を持ったんじゃないかなみたいな。ああ、はいはいはい。そんな感じなのか生まれたてなのかわからんけど、うん、ね、イザナギがね、イザナミに向かって言うわけですよ、うん、お前の体はどのようにできている？おお、なんか嫌やなで、イザナミはね、うん、私の体はだんだんこうね整ってきてますけれども、うん、一つこうなり合わないというか、うん、なんか穴ぼこみたいなのが一個あるんですよね、下の方にみたいな。はいはいはい。ほうほうほうと。え、どうですかってイザナギさんは、うん、私の体もねだんだんこうねなり整ってきてるんだが、だが逆に、うん、余ってる場所があるんだよ。あらあらあら一個余っとるんだよね。一個余っとる。どうだいどうだいと、この私の余った部分と、うん、その他の穴ぼこを重ねてみないか、うん、ストレートなアプローチ。アプローチというか分かってへんから。分かってへんから。多分でも勘やけど、うん、あなたの穴を塞げば国が生まれる気がするね、産むことはね、それでどうだろうかと、うん、いいですねっていうわけですよ、うん、じゃあ結婚しようかと、うん、いうわけですよ。はい、ね、順序がすごいけどねその穴を塞いでいいかって流れからの結婚しよう。先に聞いてから。先に聞いてからじゃあもう一回出会い直そうぜと、うんうん、だから神聖のその柱をね、お互い逆方向に向かって歩いていって出会って、うん、そこでこう結婚しようじゃないか、プロポーズしようと。イザナギとイザナミはこうやってぐーって柱を回っていって出会うわけですよ、うん、でイザナミの方からね、うん、なんと美しい男性でしょうかね。でイザナギ、おー、なんと素晴らしいね、乙女だろうかって言って告白するわけですよ、うんうん、なるほど。で、まあ二人は交わるんですけれどもね、はい、うまくいかんかったんですよ。うまくいかんかった。そう、なんかね、ね、そう、営みはしたものの、うん、昼子っていう、うん、で水の昼の子と書いて、うん、もうそれが昼みたいな骨のない、あね、なんか神様が生まれてしまった、うん、うわこれちょっとごめん、神様としてカウントできませんわ、ごめんねって言って、船に乗せて、うん、ごめん、うーん、うさーん、おぎゃー、あー、かわいそう、捨て子や、捨て子みたいな、ごめんねっつってね。まあなんか一説によるとね、うん、古事記には書いてないんですけれども、どっかの島に流れ着いて、うん、後の恵比寿様になった、おー、そういう説もあるんでね、ハッピーエンドやったらいいなって感じなんですけども、確かに、まあ、続いて淡島っていうね、うん、まあこれもね字の通りというか泡のような人の体というか形を成してない神様っぽかったので、はいはい、ごめんこれもカウントできません、さあさようなら、おぎゃー、ブブブブブ、死んだ、この子はもう全く分からへん、あ、ほんな死んでるかも。で、なんでうまくいかへんのやろうなってなって、まあ、うん、天の神々に聞いたわけ、はいはい、え、どないしたんや、うん、柱回ってね、こうでこうです、え、そのイザナ、女の子から声かけたのと、うんうん、何しとんねんイザナギと、もう男から言わないと、男らしいと、男らしいか知らんけども、男から言いなさいと、うん、お、わかりました、言い直しますって言って、うん、で、もう一回地上に乗って、うん、ね、柱をぐらーっと回っていって、ね、イザナギから、おー、なんと素晴らしい乙女だろうか、うん、で、なんと素晴らしい男性でしょうかって言って交わったら、うん、まあ、成功したわけですよ。おー、で、初めて神様とカウントされる存在が生まれるわけ。生まれた。そう、それが、うん、ブワーブワー、淡路島が生まれる。島かい、島です、島やった、島、もう淡路島という神が生まれるわけですよ。はいはいはい。国を生んでいくんですよね。なるほどね。で、その次に四国を生む。おお。四国はもう顔4個の体1個の神様です。化け物そうで、九州生んだりとか、うん、いろんな島を生んでいって、うん、まず最初に8つの島々を生んだわけですよ。はいはい。なのでこの日本っていうのは大屋島の国とね、8つの島の国だと言われているとね、記されてるんですよね。なるほど。そっからまたとにかくいろんな、ね、島を生んでいきます。で、大体こう大陸というかね、島が、うん、日本が出来上がってくると、次はね、またいろんな神様、また島とは違う神様、岩の神様、風の神様、うん、いろんな神様を生んでいくんですよ。自然のね、うん、現象のような。はい。しかしね、ここで大事件が起こっちゃうんですよ。大事件。イザナミがね、死んじゃいます。死んじゃいます。死んじゃいます。なぜなら、うん、火の神様を生んだからです。火の神様を生んだ。そう、火の角度違う。わーっ、おぎゃー、おぎゃーっていうか、もう仕上がったな、ヒゲのやつが生まれてたけど、ふわふわふわと浮きながら、ガツガツガツってなって、もう焼けたたれて、もう、あらあら、産んじゃって、もう治らんくなっちゃったのよ。あら。で、苦しい。母上大丈夫ですか、銃熱いねん。あら、なんだかのせいでこんななってね。どうしようもねえ。ほんで、まあ、もう気持ち悪いってなって、おえって吐いて、その吐いたものからいろんな神様が生まれて、どんだ母上で、おしっこ漏らしたり、うんちです。それから全部神になる。ママ、うるさい、やめて、大何これ
大カオスが起こっちゃう。で最終的にザナミはなくなってしまう。なくなっちゃった。で悲しむのは夫のイザナギですよね。そうやんな。我が愛しい妻よ、タグ土のせいってぶち切れるわけですよ。そうやな。でこのポタポタと落ちた涙、かぐ山っていうね、うん、その麓の丘の上にある木の下にいる泣き沢目っていう神様も生まれたりとか、涙さえも神様になる。どんどん生まれる。そうでこのかぐ土をね、うん、木のかぐ土めお前が生まれたからーってガッサー切んのよ、うん、でその飛び散って血がうわー飛び散ったところからいろんな神がまた生まれる。まだ生まれる。いろんな神々が生まれてる。まだ生まれる。ね、竹三日土っていうね。あ、出た。後に活躍する三日土の神とかも生まれる。強いやつ。そう。でもそんなんね、息子殺しても心癒されるわけないやんと。うん。もう悲しい。もういざらいみよ、会いたい。会いに行くしかない。会いに行くしかない。黄泉の国に行くしかない。あ、なるほど。そう。で、出向いていくわけです。うんうん。ね、いざらいきなりその黄泉の国まで行って、いざらいみよ私とあなたで作った国はまだ作り終わってなどいない。途中だ。だから現世に戻ってきてくれ、戻ってきてくれお願いするわけですよね、うん、で、イザナミが良けですよ。残念です、うん、なんでこんな遅かったんですか、うん、もっと早く来てくだされば、うん、私はもう黄泉の国の食べ物を食べてしまいました。食べてしまった。もうこれ食べたら、うん、もう戻れないんですよ。あらまあ、でもね、年夫が来てくれて嬉しいです、うんうん、で黄泉の国の神様に聞いてきます。戻れるか聞いてきます。お願いしてきます。おその間、私の姿絶対に見てはいけないですよってね、はい、まあちょっと宮殿の中入っていったわけですよ。待っとこうって思ってたけど、うん、すっごい待たされたね。すっごい長いの。ちょっと気になるなと、待ちきられへんなってなって、うんうん、あんだけ言われたのに見たかちゃちゃったけど、あー、ヒーポってつけて見ちゃったね。しっかり見た。しっかり見た。で、見たらイザナミ、黄泉の国の神様にお願い言ってんちゃうかなと思ったら、うん、もう立ち尽くして目の前でバーンとおったの。あれおるおる。ふわってひでぼえて、うん、ね、その目の前にこうイザナミの姿が照らし出されるわけ、うんうん、ね、もう体中うじだらけ、リリリリボロボロになって、あらあら。で、体中にね、穴があったのよ。穴、この穴からね、雷神が出てきた。あー、怖っ怖っ。出てきてドローン、すっごい動いてる。ハッシュの、ね、雷神がおったの。こうめっちゃおる。穴からドロドロドロ。うわうわ。でこれを見たイザナギは、うん、ごめん無理って言って、あーそう、うわーすっごい、これは無理や、逃げた、すっごい逃げた。じゃあもうイザナミはキーよくも恥をかかせたわねって言って、うん、ほんでもう自分の部下みたいな黄泉の国の仕込めっていう人たちを、あんたたち行きなさいって言って、行け追いかけろ殺せって言うわけですよ。もうこの仕込みはもう飛んだら、もう何十キロと飛べるやつやから、うん、ピューンって来るわけ。くるくるくる。水だけこう逃げてるから、やっべえって。逃げろ。で、持ってたやつとかね、身につけ、紙に身につけ、紙につけてたやつをピューって投げたら、うん、山ぶどうになって、山ぶどうの実がなったと。うん、仕込みはもう食べ物に目がないから、うん、食べていくわけ。おー、引っかかった。おっしゃ、今やまだ逃げて、逃げて。逃げろ。また仕込みはピューって。あー、来る。まだ自分の身につけてるものを投げて、うん、次は竹の子になって、うん、次竹の子を抜いて、抜いて、カジカジカジ。あ、また引っかかった。逃げていく。でもその後にあの穴ぼこからおったあのやね、8種類の雷神が来るのよ。うわうわうわ。で1500人ぐらいの軍勢がブワッと追いかけてきて、めちゃくちゃおる。やっべえと、これをもう自分の剣でツッツッとしながらクナクナクナ、ダサいな、やばいやばい、クナクナクナってやんだから、ちょっとダサいな。そうね、ね、たまたま桃があったから、うん、その3つの桃の実をプンプンプンって取って投げたのよ、うん、で投げてぶつかったら桃ー桃ー桃ーって言って全員どっか行ったの。え、すご桃聖なる桃やったの。すごない。リザナギはこの桃の実に感謝するわけ、うんうん、お前が私を助けたように、これがいろんな人を助けてあげてくれよ。で、この桃の実にね、オオカムツミの御事っていう神の名前を与えたわけですよ。なるほど。で、これ一説によるとこのオオカムツミが桃太郎になるとかね、そういう話もあるんですけども、はい。で、やっと逃げれたと思ったら次はもうイザナミが来てる。あ、本体来た。入ったで、ちょうどね、現世と黄泉の国の間の四つ平坂やった。うんうんうん。で、大きな岩をガーンってやって閉じたわけですよ。はいはい。お前とは別れるよって。あんたよくもそんなこと言うたわねって。ああ、すごい。愛しい我が夫がこんなことをなさるなら、私はあなたの国の人々を一日千人ずつ締め殺します。そういう嫌がらせの仕方。で、イザナギは、うん、愛しい我が妻よ、うん、そうするなら私は一日に1500人産ませる。すっごい巻き込むで、そうやってこう一日に1000人死んで1500人が生まれていってこう増えていくよみたいな。増えてったので、まあちょっとね、イザナギとイザナギは離婚するわけですけれども、うん、ね、イザナギはもう黄泉の国って身が汚れたなー言うて、うんうん、体清めようかな、みそぎをしようっていうことで、はいはい、ね、まあ池なのか川なのかでね、こう体をぶわって洗いに行こうとしてるわけです、うんうん、
でこういろいろ身につけてるものね、帯とかね、うん、袋とか、ね、衣、袴、いろんなものをこうババッと捨てていくわけ、うん、捨てながら捨てていった道具がまた神様になる。まだ生まれる。そう、そこでもいっぱいいっぱい生まれるのよ、うんうん、で、そのイザナギがね、その川について、うん、ね、上の背はね、こう流れがぶわ早いから、うん、下の背はなんか緩い、遅いからね、うん、なんかこうシャワーみたいな感じで、うん、こう強すぎるとこう、あー痛いになるし、はいはいはい、緩すぎたらちょっと洗えてないみたいな、あー流しにくいな、真ん中のちょうどええとこで洗おうかって、はいはい、身を清めるわけですよ、うんうん、で、その予備の国でついた汚れがこそっと取れる、うん、これがヤソマガツヒの神。それも神。そう、もう悪い災いの神が生まれる。うわー、で、それを直そうとする神が生まれて、はい、いろんな神様がまた生まれてる、はい、で、極めつけに、うん、左目をポロンって洗ったら、うん、あのアマテラス大神がふわーって生まれてますよ。来たアマテラス。もう太陽のように光輝く、うん、で右目をポロンって洗ったら次ツクヨミっていう、ね、夜の神が生まれる。有名どこ。鼻をねブルルンって洗うと次はあのスタノオノミコトが生まれるわけですよ。強いやつ来たよ。うわーリザナギそれ見てびっくりしたよ、うん、うわ私最後にもうとんでもないね三柱の尊い子を得たぞと、うんうん、いうことで、うん、生まれたね天照大神に、うん、あなたは天の世界高間ヶ原を治めなさい、はい、で、つくよみにはあなたは夜の世界で、スタノオに、うん、あなたは海の世界を治めなさい、 お任せたよ。これで埋まったもんね。そう、バトンタッチしたわけですよ、はい、で、イザナギに任されたね、三柱の神々は頑張るわけですよ、うん、天照は天の世界で、つくよみは夜の世界で頑張るわけやけど、一人だけ頑張ってへん神様がいたんですよ。あらあら、それがあのトラブルメーカー、うん、スタノオノミコトでございます。頑張らんのか。そう、まあもう働く意欲がなかったのよ、うん、なぜなら、うん、お母さんに会いたかった。お母さんに会いたい。そう、すんごい、まあ実際に言うとイザナギから生まれてるから、うん、ソロで産んでるからそうやんな。母じゃないっていうか母と言っていいか分からんけども、うん、スタノオもイザナミに会いたい、母に会いたいっつってもうずっと泣きわめいとったのよ、うん、でももうね、この時に生まれてる神様ってもう基本的にもうなんかもうモンスターというかすごいのよ、パワーが。パワーが泣くだけで、うん、ものすごい青々とした山とかが枯れ山になるとか。枯れ山に。でもスタノオ海の神様なんやけど、うん、周りの海干から見てんのよ。なんでや。泣くともう乾かしてしまうのよすごい引力みたいな真逆のことしてる。そうで、ものすごいもう悪霊とか生まれたり、うん、夏のハエのように充満してたから、うわうわ、スタノオがこううわんわん泣いてるだけで、うん、世界がヤバくなってきたどんどん潰れてってる。で、父のイザナギが、うん、お前なんで海の世界を任したのにやってへんねん、うん、いや私は母に会いたいんでございます、うん、そうかと。ほんでもう出ていけと。出ていけ、お前がおったら迷惑やよ。で、まあ永久返し、まあ、黄泉の国、まあ、根の国って言われてる場所があるんですけども、そこに会いに行こうとするわけですよ、はい、ただまあちょっとお姉ちゃんとかにも迷惑かけたし、うん、一言挨拶行ってから行くかと。あ、そうやな、ね、で、ちょっとその、まあ、まずお姉ちゃんのとこにこう挨拶しに行くわけですよ、うんうん、でもスタノオってもうすごいなんかパワーがすごいから、うん、ブワーって歩くだけで、うん、山とか川が、ね、もう国自体が振動するの。あれれれれれ、もうとにかくもう大迷惑だ。大迷惑。基本的に動くだけで。そう、動くだけで。で、アマテラス大神がもうズシンズシンって聞いたような音が聞こえて、アマテラス様、スタノオ様がこちらに向かっております。あらあら、戦争ですか、これは戦争ですかこれはもう間違いないと、うん、私の弟がこんなところに来るわけないと、うん、そんな正しい頃で来るわけない、もう戦争だ、私の国を奪おうとするに決まっている、武器を持て、うおしょ、でもうブワーって武装して、うん、断層して、うん、大きい弓構えて、うおしょ、もう力いっぱい弓引いて、ああ、ね、そのを待ち受けたわけ、うん、でお姉ちゃんに久しぶりに会えるって言って、ルン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 ってこう来たから、ああ貴様何をしに来た、挨拶に来ただけ、何をしに来た、ほんまにそうやって殺すぞ、ほんまと、本当のこと言え、殺すぞ、本当のことやのにほんまにお母さんに会いたいから、その前に挨拶しに来ただけ、嘘をつけ、なんで、どうやればお前の心に邪心がないことを証明できる、証明ですか、それでは受けをしませんか、受け、そう、まあ、受けっていうのは、うん、まあ、当時の占いみたいなもんで、うん、例えば、ね、コインをくるるんってね飛ばして思ってやったら、うん、まあ邪心がない、うん、ね、裏やったら邪心ありだよねみたいな、そういう風に決めるみたいな、はいはいはい、おまじないみたいなやつがあったんですよ、うん、まあ、神々の受けなんかもうすごいことが起こるわけね、うん、まあ、神が生まれるわけですよ、はいはい、受けにより。そうで、何をするかというと、うん、まずね、アマテラス大神がスサノオの持ってる剣をね、うん、3つにパキンパキンと折って、ああ、ね、これを天のね、まないの水でこう洗って、うん、それを口に入れんのよ。あれれ、アマテラス大神がそのね、剣、剣をガンって、ね、口に入れてガリガリガリって、
咀嚼するのよ。咀嚼したい。剣を咀嚼。食べんの？ゴクンとはせえへんの。それをふわって吹いて、霧みたいに吹き出す。おろ。だいぶ噛んだやん、だから。だいぶ噛んだ。霧みたいな感じ。そう。霧から生まれた神が、滝り姫、一木島姫。で、滝津姫なわけです。うわ、出た。ね、三柱の神、女神が生まれる。はい。ね、後に宗像三女神って言われるんですけどもね、うん、美しい清らかな女神が生まれるわけですよ。はい。で、次は天照の勾玉をね、そのまま、ガリって、かじって、ガリガリガリって、ふーってやったら、五、うん、柱五人のね、すごい勇ましい拝み、男の神様が生まれるわけです。はいはい。で、なんかこの、ルールをちゃんと決めてんかったから、うん、結局その、どうなるんやっけみたいな。あれ、ふわっとしたの。生まれた神々も、うん、もう一触即発の雰囲気で生まれてるから、うん、何やこれ。気まず、生まれた瞬間から気まずみたいになってるわけで。どうなるの、これ喧嘩してんの、これ。わしら何で生まれたみたいな。ゲームで生まれたみたいな。受け入れで生まれたの。悲しいなんかこんなんで生まれるのみたいな。で、そのちょっと思いついて、うん、で俺のね、剣で生まれたってことは、うん、俺の娘だよねと。ああ、そう、まあ、ってことは、うん、ね、こんな清らかな女神が生まれたっていうことは、うん、私に邪神がないのは分かったでしょと。おお、なるほど。で、これ見たことかっつって、天照もね、ああ、まあそう、まあそうやな、確かにって言って、うん、まあまあ分かった、じゃあそういうことにしとくわ、なんかふわっとしとくね、なんか分かった、もうじゃあ俺行くから、もう俺はもうおかんと行くからね、うん、でもなんかもうね、もやもやしてるね、もやもやするね、うん、でわーって帰っていったら、なんかこうあるやん、こう、うん、なんか後からイライラするパターンみたいな、あー、はいはい、考えて、いや俺でも挨拶来ただけやしな、うん、なんで俺あんなガーンいきなりやって弓この辺まで来て殺すみたいな感じ、殺されかけてるから、殺されかけてる、なんかしたかみたいな、いや腹立ってきたな、うん、いや腹立って、いや我慢できへんぐらいだって、ネアマテラスのその天の世界の田んぼのアズヤバコーン、あらま、で水通ってるやん、うんうん、ね、溝みたいな感じで、うんうん、水通ってるんですけど、田んぼに水が行くようにね、うん、その水を埋めていって、あれやれやれやれ、ペタペタペタ、すっごい迷惑、地味な嫌がらせ。大切な儀式を行う宮殿でうんちをしたんですよ、うん、迷惑だね。でもそれを見たそのね、天の神々がアマテラス様、サノオ様が天のアズヤを壊し、水を埋め、うんちをしております。やべえやつやん。ちょっと、どうしましょう、うん、見せなさい、こういうものです。ほんまにうんちかなみたいな。あれあれあれ、いや、これなんかうんちに見えるけど、うんちじゃないんじゃないみたいな。あれあれあれ、天照の方見てから、変なフォローするなんか、かばい始めた。うんちじゃない、いや、多分スタンは飲んでたんやろ、みたいな。飲んで酔っ払って吐いて、汚ねえ、なんかうんこみたいな出たんじゃないみたいな。じゃあもううんこでええわ。汗壊したりとか、水を埋めたのも、なんかその良かれと思って土地を広げようとしたのかな、わからないけど、良かれと思ってないのみたいな。ああ。かばったんですよ。かばったね。だから多分、天照大神のちょっと罪悪感あったんかな。ああ。なんか、その、ほんまになんか挨拶来ただけやとすれば、確かに悪いことしたな、みたいな感じで。まあ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 、確かに。ちょっとかばったわけですよ。はい。でも、これが良くなかった。これが良くない。最悪の事態を引き起こすわけですよ。なんだ？そうやってかばっていっても、その後もう帰らんくて、しばらく天の世界に留まって、あら。嫌がらせ続けたの。で、その最悪な事件っていうのがね、アマテラス大神にね、こう神聖な旗屋があって、うん、で旗織娘たちがね、神が着るあのカムイ、うん、神の羽衣みたいなのを作ってくれてるね、追ってくれてるね、旗織目たちがおったわけですよ、うんうん、神聖なね、旗織目たちがおって、そのね、小屋みたいなところにね、佐野が行ったわけですよ。おで、みんながこうやってね、美しいもん作ってるわけですよ、うん、で、そんな時にバコーンって聞こえて、え、何って見たら、うん、ジャベに大穴開いてたのよ。見たことないよ、神聖な旗屋に。で、何ってこう、モクモクモクってね、煙が出るやん、うんうんうん、それがファーって晴れたの、サオの顔があったよ。怖っ。進撃の巨人の1話よ、これ。あの、オオカメニアの巨人がおる。めちゃ、あの状況絶望よ。そう、よく見たら、うん、ね、なんか顔だけじゃなくて、うん、なんか振り回してんの。おお、なになに、ヒヒンヒヒン、もう皮を剥いだ馬を振り回しとった。なぜ皮を剥いでおる、わからん。もう残虐非道で、それをパーンって穴から放り投げる。で、その旗織り目はびっくりして一人が飛び上がって、キャーって飛び上がって、もうトムとジェリーみたいなのが飛んで、キャーで、あの旗織り機みたいなね、とんがってるところに、うん、ブスッ、あっちっち、大事なところがブス刺さってしまって、はいはい、亡くなっちゃった。うわー、嫌な亡くなり方。で、可愛がってたね、大切な旗織り目が亡くなったから、アマテラス大神はもう大ショックを受けて、これはね、しかも弟のスタノを野放しにしてしまってたから、ゆえにもうごめんなさい、もう最悪やってなって、うん、ショックすぎて、うん、もう神やめますってか、あら、もう重要なポジションだったからやめますってなって、はい、もうね、天の岩屋って誰も動かされへんようなでっかい岩をね、ゴーッと動かして、うん、洞窟の中入って閉じちゃったの。あらま、引きこもった。何してんのみたいな。
で、まあ、太陽神やから、うん、アマテラスオミガミがどっか行ったら、うん、めっちゃ暗くなるのよ。そうよね。で、真っ暗になって、うん、うわーって邪神たちが生まれて、はい、夏の灰ぐらいまで、うわーって生まれて、もう恐ろしい災いが一斉にな発生したわけです。で、これは大変やぞってなって、うん、天の神々が集まって会議したのよ。で、なんとかしてアマテラスオミガミ様を出さないといけない。出さないと、ね。あの岩戸から出さないといけない。どうしますか？で、思いかねっていう賢い神様がいて、この神様がアイデアを出してみんなで考えようってやったわけですよ。なるほど。で、よし決めたと。お、祭りだって言ったわけですよ。祭り。ね、あまたら総御神をね、こうなんかこうね、煙とかでいぶしてブーって出さすとか、そんなんじゃなくて、うん、日本の神様っていうのはね、うん、すごいですよ、うん、楽しいことをして、楽しいことに釣られて出てくるんじゃないかという発想を持ってるんですよ。素敵な発想。素敵なんですよ。そしてまずね、長鳴き鳥って、まあ、鶏みたいな鳥を集めていって鳴かすわけです。コケごっこー。おー、ね、だって太陽のね、神様やからもらうのに、で、鶏鳴くわけないよ。そうやんな。それを鳴かすわけや。これがっかーって鳴かして、うん、ええ、あれ、まずそのうちにちょっと待ってるよね、うん、で、お祭りに作るための道具とかをみんなで作って、うん、ね、雨の小屋根と太玉っていう神様がね、天の家具山のね、オス鹿の骨抜き取って、いろいろこう道具を作っていくわけですよ。はいはい、ね、で、その鹿の骨を焼いて占うみたいな、うんうん、そんな感じでもう祭りが始まるんですよ。で、天の家具山のね、うん、生い茂った榊をね、根ごと掘り起こして、ね、マガタマとかヤタの鏡とかをつけて、うん、もうそれでこうね、立てます。で、それをガーンって、ね、持ったわけですよ。はい。で、雨の小屋の御事が、アマテラスオミカミを褒めるようなね、祝詞をね、唱えて祝福して、うん、雨のタジカナオがね、うわ、来た。岩戸が開いた瞬間引きずり出すっていう。うわー、連携プレイ。連携プレイで立てたわけですよ。で、このね、ポールダンサーみたいな、雨の娘っていう女神がいて、うん、で、雨の家具山から取ったね、笹の葉をね、束ねて手に持ってね、おで、桶をね、天の岩戸の前で、うん、で、桶をこうひっくり返して、ひっくり返して、ちっちゃいステージにして、飛び乗ったわけよ。シャー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 。とにかくね、いろんな道具を、この天の家具山っていうところから作ったっていうね。なんか天の岩戸伝説っていうのは、うん、おそらくこの家具山っていうところで行われたはずなんだ。で、わーって雨の渦目がこれで踊り出したわけですよ。シャン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 ってみんなもう手拍子してたのか、もうタップダンスみたいなしね、もうふわーってやってくるわけですよ。ほんでもう雨の渦目もう、うわー、もうテンションがもうゾーンに入っていって、おーおー、うわーって盛り上げていくわけ、で、どん次もうね、あの畑でくるのね、服が、あー、徐々にね、で、もう自ら自分で持って、あら、ちゃう、あ、よいしょ、あ、よいしょ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 ー、おー、ポロピーで、もうギリギリのところでバーンって、あら、いった、ボロン出したわけよ。その瞬間、うわー、うわー、そら、ブラボーってだって一斉にみんなが笑ったから、うん、岩戸に隠れてるアマテラスはね、うん、なんでこんな盛り上がってるの、なんかね、分かってる、自分もすごい神様やから、うんうん、私が引っ込んだらもう邪神出てるし、えらいことなってるはずやのに、うん、なんでそんなにみんな楽しんでんのって聞いたわけ、うん、ちょっと開けてね、あー、おー、ちょっと開いてた、あらら、ダメの渦目が、うん、あなた様にもすごい尊い神様が生まれたので、みんなでお祝いしてるんですよ、パーティーしてるんですよって言ったわけですよ。おうおうおう、ね、その隙間にね、雨の小屋根と太玉がね、八田の鏡をスッて出して、うん、天照総御神を映したわけですよ。はいはいはい。でも当時その天照総御神鏡見たの初めてやったから、うん、めっちゃ光ってるから、うん、すんげえ神様出てきてるやん、うわ、おるやんなったら、自分ないけどな、すっげえってなって出てきちゃったの。うわ、その瞬間雨の立ち方を、うんぜ、待ってた、ギャー出てきて、おっしゃー、よっしゃー、実は芝居でしたー、イエーイ、イエーイ、邪魔されたやるか、芝居だからそれで、もう雨の岩戸に締め直して、もう入れませんぞってやって、はいはいはい、ね、ごめんねって言って、ちょっとちゃんと働くねって言って、あ、そっから天照総御神はね、神様としてもう一回仕事を始めた、よかったで、で、めでたし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 、じゃねえよと、ま、誰のせいやねん、うん、佐野のせいやないかい、ああ、私がこんなになったの、あいつを罰しないとわかんなって、うん、佐野を連れてきて、で、丸坊主に毛全部剃って、眉毛も剃って、おお、で、爪も全部剥いて、バッサー、うわー、で、天から地へ、地上にバスッと落とされて、お前はそこで反省しろって言われるわけですよ。うん、こっからスサノオ目線のストーリーが始まるんですよ。はいはい。で、スサノオがもうお腹減ったなー言ってこうさまよってたら、うん、ね、黄月姫っていう神様がいたわけですよ。はい。食べ物の神様かと、うん、なんか食べ物ないんか、うん、はい、黄月姫、ちょっと待ってくださいねっつって、ね、鼻からね、ブリ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 、口からおおおお、お尻からブリ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 、美味しい美味しい食べ物を出して、美味しいのを汚いとこ、ボーンって、どうぞ、いい
らないでもサノーもなんかそんなお尻からさも食わすなんて嫌がらせかなと思って、うん、なるよね。ぶち切れて大月姫を殺してしまった。あっちゃまで、この殺された大月姫の体からいろんなね五穀が生まれて、はい、それが人間の食べ物になっていったっていう。あーなるほど、ね、そういうシーンになるんですけれどもね、うん、でまあ結局サノーのそういうシーンがあったと思ってご飯食べられんかったから、うわ、ん、なんか減ったなってなんかないかなと思ってでパッてね出雲の方に来たんですけども、うん、川からね、うん、スーンってねお箸が流れてきた。お箸かい。お箸だ、うん、きっとご飯があるに違いない。あー確かに川上に行こうって行くわけです。はいはい。おじさんおばあさんが泣いてて、うん、ね少女もいたんですよ、うん、ね美しい少女がいたんですね、うん、でそのがねあなたたち誰やねんって聞いたら、うん、私は大山摘みの子でございますと。で娘がね串灘姫でございますってわけです、うん、なんで泣いとるんやって聞いたら、実はね私の娘はもともと蜂におったんですけれどもね、うん、パッパあの古市のね大和のロチっていうね、うん、まあ古市に住んでる大和のロチが毎年襲ってきて一人ずつ娘を毎年食っていくんですわ。うわ、まあ、もうすぐねそのオロチがやってくる時期なんですよと。じゃあ最後の娘である串灘姫も食べられてしまう、もう悲しいんですと。うん、どんな形しとんねんってオロチはと、わしが倒したろかって聞いたら、うん、いやーとにかくねとにかく怖いんですよ。怖い。目がもう真っ赤で、うん、胴体一つに8つの頭と8つの尻尾。おお。でかすぎるから、うん、もう体にもうね、ここ山と勘違いして杉の木とかめっちゃ生えてる。あら。杉の木と長さはもうね、8つの谷、8つの峰に渡っており、うん、でその腹を見ると、うん、もう血が滲んでただれてる。いや怪我してる多分なんかただれてるからね。ただれてるから。それを聞いてもサノーは、うん、分かった倒したるやんけど、おーその彼が倒したら、うん、その串灘姫を私の妻にくれないですかっていうわけです。うんうんうん。はあ、でも あなた様はどなたですかって聞くと、うん、私はアマテラス大神の弟サノーだと。うおー。たった今ね高天原から下ってきたところだ。ちょっとカッコつけたやん。使用されてるんですよ。丸坊主にされて爪も入られるくせにちょっと生きたわけですよね、うん、天の者だ。そうなんですよ、それは素晴らしいございます。もう当然大和のロチを倒してくれたら娘を差し上げましょうっていうわけです。はい。でそのはねそのね、うん、串灘姫を、うん、出会って串に変えて頭にスッて刺してあら、ここもかっこいい。共に戦おうじゃないか。うわかっこいいね。たくさんのお酒を用意させるわけですよ、うん、ね。大和のロチがブワーってものすごいでかい姿でやっぱ来た訪れるわけですよ。グワーッ、うわでかー。でもサノはねもう頭脳プレイしてほしい、うん、ね。こっから頭脳プレイでいくわけですよ。頭いいんや。そう、まあ多分めちゃくちゃ強いと思うんだけど、うん、スサノオのもう唯一の戦闘シーンがここなんですよ。ねえ、ものすだって泣くだけで海干上がるしね。おお、まじ、ね、もう邪神が生まれまくるような神様、うん、どんな戦いをしてくれるんやって話、うん、ね。もう酒飲ませてベロベロにして寝さすんですよ。で寝てる隙に首を一本一本切って、あらあらサクサクサクウィナーってやるわけですよ。一応もう尻尾もねいっぱいあるから、うん、切っとくかと思って切っていくと、うん、ガキンってなって、うん、え、硬い、何やこれ硬いなってなって、うん、どれどれって言ってズボズボって入れていくと、うん、すごい立派な太刀があったんですよ。あら、そう、これ多分すごい太刀やから、うん、アマテラス大神に渡す。お姉ちゃんのね、お姉ちゃんアマテラス大神に渡しに行こうって思うわけですよ、うん、これがあの後のね、うん、三種の神器と言われる草薙の剣なんですよね、うん、わー出た草薙ね。草薙ね、それを、まあ、アマテラス大神からすると、あ、弟のスサノちょっと改心したんだなみたいな、うんうんうん、すごい化け物倒してこの剣を渡すぐらいだから、うん、偉いなみたいな、ちょっと仲直りするみたいな。おー、よかった。で、サノーはね、うん、この串灘姫がどこに住もうかって言って、うん、いろんなところを回るわけですよ、出雲の中でね、うんうん、で、あるところに来たら、ね、サノーの口癖が出るんですよ。あら、うわー、なんかすがすがしい場所やなと。すがすがしい、すがすがしいっていうのが口癖やったんですよね。その場所がすがと呼ばれるようになって、うん、まあ、すがすがしいから、はいはいはい、で、その地に、まあ、お家を建てたよっていう。で、この妻串灘姫とも子供が生まれるんですけども、うん、2番目の妻にね、大山摘の娘のカム大一姫を妻としたわけですよ。はいはい。そしてあの有名な大都市と宇賀の御霊っていう二柱の神が生まれる。なるほどね。でここでねスサノオシリーズ終わりなんですよ。はいはい。で次の主人公がこのスサノオの六代後の子孫、うん、大国主になるんですよ。大国主ね。これが日本神話のもうスーパーヒーロー、うん、日本のもう日本の土台を作ったと言っても過言ではない素敵な神様なんですよ。いやなんかかっこいいイメージあるね。そうで、この大国主っていうのがね、うん、もう少年漫画のように、うん、最初はいじめられっ子からスタートして、はい、出雲の国の王様になっていく、成り上がりストーリー、そういう成長の物語なんですよ。なるほど。で、この大国主っていうのは、うん、どうやってねスタートしたかっていうところが回想シーンみたいな感じで始まるわけですよ。大国主は昔は、うん、ね、大ナムジっていう名前だった。うん、で兄弟がめちゃくちゃおった、八十神っていう兄弟がめちゃくちゃおったんですよ。はいはい。
ね、旅をしてるところから始まるんですよね、うんうん、なんで旅をしてるかって言ったら、うん、で稲葉の国に八神姫っていう、うん、もうどえらい別品の女神さんがいるから、うん、みんなで求婚しに行こうと、うん、みんなで行くみんなでプロポーズしようそういうの誰かにそれくらい生きるやとこんだけおったらそういうこと大名持ちはね、まあ、末っ子ぐらいの感じやったんかな、うん、ちょっと虐げられとったのあらでみんなの荷物を持たされて、うん、もう神というかもう従者として連れて行かれてたの、うん、間違ってお前告白なんかすんなよみたいなはい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 お前みたいなもんがみたいな感じでね、うん、でみんなでゾロゾロゾロってねたくさんの神々と言っとった多分民族の移動でしょうねこれ多分あ確かに野草神ってものすごい数やからねでバーって歩いとったらねある時戦闘の集団がね、うん、お兄ちゃんたちがね、うん、道に横たわってる丸裸になったウサギを見つけたんです丸裸のウサギ入ったらもう皮がめくられてるというか、もうチキンみたいな感じ でもうピンク色にこうなってシクシクし泣いてるの痛いよって言ってねえこれを見たねその神々がね笑いながらヘラヘラ笑いながらおれおれ直したいんだろうと、うん、じゃあもう塩水でね洗ってこいとちょっとその時しみるけどその後は山の上に行ってねこう風に当たるんだと、じゃあ治るっつってでもうウサギさんはもう背に腹はかれませんそうですねちょっとその通りやりますって言ってもう塩に当たると塩水あ痛いしみる痛い山の上に行って風に当たったら、うん、もうパッキパキに乾燥してあれひび割れてパッキパキ一番痛いやつ一番痛い何これ地獄やんでも苦しんで泣いてたら、うん、ね大ナムジが最後の方におったから、はい、で見つけるわけでどうしたのウサギさん、うん、実は私めはそもそも別の島にいたんですけどもね、うん、この場所まで来たいと思ってどうしても島を渡りたいと思ったんですよ、うん、と思いついたのがね海にいるワニを、ね、騙そうとウサギ私たちウサギの数と、うん、ワニの数どっちが多いか競い合おうぜと、はい、でそういうの勝負しようぜと、うん、でワニよとお前はまずその仲間全員集めてね、うん、こうあの向こうの島まで並べてくれと、うん、俺がこうやって数えながら渡っていくからね、はいはいはい、でその後は私たちウサギをこう調べてくれたらいいやんかと、うんうんうん、嘘をつくわけですよでワニが実はおもろいなって言って、うん、全員仲間を呼んでブワーってね島渡れるぐらいまでびっしりねワニだらけなわけですよ並んだでウサギがありがとうって言って、うんね、一気に、さらして数えられるわけです。6、7、8、うん。で、島渡れるぐらいの時に、うん、うっすだよーって、あれ俺渡ってやっただけで、バーカって言った瞬間に、もうちょっと隠れてたワニがバーンって出てきて、うわおムンって持って、顔をベリベリベリって、クリクリクリ、あれ、すげえ、その時みたいな。みたいな感じで。で、それで泣いてたのよ。最初のシーンに。なるほどね。まあ、自業自得やないから。若干自業自得やな。でもそこでしくしく泣いとったら、うん、なんかすごい集団にヘラヘラ笑いながらね、うん、あの言われた通りにしたら余計こんなパキパキの体になったんでございますとまあもう最悪でございますって言ったらじゃあオーナムジはね、うん、あ、真水で洗うといいよって塩水だったら染みるだろうってことね教えてあげてほんで、ね、ガマの花粉を取ってそれを体に巻きなさいといろいろ治し方を教えてあげたわけですよ、うん、おー優しい、ね、じゃあきっと元の肌のように治るよって教えてあげたら、うん、その通りにしたらほんまに綺麗に治ったのおーすげえでこれが稲葉の白ウサギこの白ウサギもウサギ神として祀られるようになるんですけどねあなるほどねでこれはねすげえねこう神話っぽいんですけど、うん、このウサギは、うん、みんながプロポーズしたかった八神姫の友達やったんですよ、うん、あー来たそのパターンでウサギがわーって言って、うん、八神姫さん今いろんな集団来てるけどあいつらクソだからってオーナムジと結婚してお願いって言ったわけはいはい分かったもうそんなんもう最悪だねみたいな最悪なやつらで八神がねお願いしますってプロポーズしたら私はあなたちとは結婚しません、うん、大名持さんと結婚しますって言っちゃったの言っちゃったよでもうみんなそれで嫉妬に来るってもう長旅もしてるしな、うん、もう大名持殺すしかないとあんなさみんなが虐げてる大名持がもう許されへんとでねみんなで相談して殺そうどうやって殺すって、うんうん、じゃあ赤いイノシシがね、うん、こうわーってね逃げてて危ないか、うん、みんなで捕まえようぜと、うんうん、で俺ら追いかけ回すから、うん、最終的に奥西キャッチしてくれうわキャッチャーみたいな位置でどっちみちでそれをせえへんかったら、うん、お前殺すぞどっちみちなんか受け止めるのも危ないし、うんうん、逃げても殺されるし最悪やでイノシシ似た形の大石を探してきてグッツグッツに焼いてあれ転がり落としたのよあっちょっと奥西イノシシ行ってるぞーってあれ岩じゃないえ何やグッツあっせー焼き焦がれて死んでしまう死んでしまったで俺死んじゃってしまったんですよ死んじゃったよゲームオーバーなんですよ終わったんやそうでも、うん、お母さんそれを知ってね奥西のあ大名持のお母さんがそれを知ってで、うんね、神結びっていう、うん、造花三神にね救ってくださいって言いに行ったんですよ、うん、でこの神結びのね神が力を授けてあげて、うん、なんと大名持ちは、ね、生き返ったんです生き返んのよイザナミの時はあんな無理やったのに無理やったなバッサリ生き返りました
回やったら生き返ったぞ、もう一回殺そうってことで、次は、まあ、木をパーって真っ二つに割って、うん、それをグーって広げて、うん、この間ちょっと大ナムチ来てくれへんかって言って、立たれた瞬間に、うん、パチッチピねえ、もうマリオみたいな違いだパラーンってなって死んだんですよ。テレ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 そうで、それでまずお母さんがわーって悲しんで、うん、ね、この木からね、取り出して取り出して頑張ってね、復活させたんですよ。おかん、いけたんかい。神結びさんの力も借りず、だから自力で復活させる。最初からそれでええよ。やばいぞと、ここにいたらもうずっと殺され続ける、殺され逃げないとってなって逃げて、うん、で、最終的にね、うん、先祖のスサノオに助けを求めに行きましょうって、うん、ああなるほど、なったわけですよ。強いしね、生きてたんですよね、6代後やのに。うまやな。そうで、根の国っていう黄泉の国みたいなところにおるわけですよ。はいはい。だから結局お母さんに会いに行けたんでしょうね、はい、イザナミに。そういうこと、ね、あの後行ったんでしょうね。うん。だからそこにまあ、大ナムジも行くわけですよ。いろいろ教えてもらって、うん、サノオのおるとこにたどり着いたんですね。サノオの娘が出てきたんですよ。あら、めちゃくちゃ美しいんですよ。綺麗やね。大ナムジもめちゃくちゃかっこよかったらしくて、うん、整備名をパッて言って、うわ、綺麗な男性ってなって、来たと、美しい女性だってなって、もうアイコンタクトで結婚したの。早いな。すっごい早い。でも結婚しちゃったから、うん、助けに来てね、助けに来たはずなのに結婚の報告になっちゃって、うん、あれね、すごい立派な神がおいでになられましたってサノに報告に行ったわけですよ、うんうん、で、サノがね、大ナムジを見て、うん、これは支払志向だなって言ったわけですよ。何やそれ。で、これはまあなんかイケメンだねって意味もあるし、うん、まあ、日本書紀では醜い男って書かれてたりするから、真逆なんですよね、うん、まあ外国人だよって意味なのか、うん、イケメンだよなんかわからんけど、なんか支払志向だねって言ったわけです、うん、まあ入れよ入れよって言って、ね、うん、泊まってけやって言って、歓迎されてね、ガラガラってここの部屋入れやって言って、うん、泊まってけよって言ってバッて入れたら、うん、ヘビだらけやった。毒蛇だらけ、怖っ。で、こんなとこで寝れるかいなって、でも出たらあかんねやろうしなみたいな感じで困ってたら、はい、セリビムが助けてくれてね、この蛇の害を払うね、ヒレがあるから、これ振ったら蛇が退散するから使って。で、次の日の夜はムカデとハチのおる部屋に入れられて、その時もセリビムに助けてもらう。で、そんな夜が続いて、俺何しに来たんやったっけ。サノに助け求めに来た、結婚教えて、なんかいじめられてる、サノにも俺いじめられんのみたいになってて、うん、で、最終的にね、サノオがね、広い野原のとこに来て、ね、うん、かぶらえ、音の鳴る矢をピューンって、うん、放って、放って、いや、なんやろ、なんかすごいなと思って見てたら、拾いに行けと。えぇ、ー、何この扱い、ドックランみたいになる。ドックランみたいな。で、大ナムジがバーってね、こう取りに行こうとしたら、うん、もう火をブワーって放って、焼け野原にしたと。殺そうとしてる、殺そうとしてます。で、うわ、死んだと思って、もうセリビンもなんてことすんだ、パパみたいになって、熱い熱い熱いってなってたら、うん、ネズミがチューって現れて、なんか隠れたとこに穴、うん、落とし穴みたいなのがあるから、そこに隠れるでチューみたいなことを言うわけですよ。で、そこを見つけて、うん、そこに入ったら、上の方がブワーって燃えて、なんとか助かったわけですよ。ああ、なるほど。で、しかもそのネズミがね、うん、その、払った矢も持ってきてくれたわけですよ。うわ、もう完璧やん。完璧のネズミたち、完璧でありがちゃーって言って。ありがちゃー、ありがちゃー。大国主がちゅーって言ってるやん。語尾変わるくらいの。で、もう妻のセリビンも諦めて、葬式の道具とか用意してたら、大ナムジが現れるわけですよ。ちょっと焦げながら。ね、カブレア持ってきましたよって。で、もうよかったーってなったわけですよ。うん、で、まあ、そのもやるやんけと。うん、もうちょっと認めたろうかな。おって、で、部屋に入るよって言うわけですよ。うん、で、シラミ取ってくれへんかって言ったわけです。まあ、当時でもシャンプーとかもないし、はい、定期的にこう、髪にね、こう、シラミが湧くと。はいはい。それをこう、くしとかで取ってあげるんですけども、なるほど。あのスサノオですから、うん。ただのシラミじゃないんですよ。ただのシラミじゃない。頭にもうムカデがパンパンにおったんだよ。シラミじゃなくムカデ。大ムカデがおった。大ムカデ。で、なこの時の時代はよくわからんねんけど、こう、シラミを歯で潰したりしとったんかな。うん。なんかよくわからんけど。うん。で、どうしようってなる。でなんか潰されへんしなと思ってたら、はいはい、セリビメが、うん、ね、ムクの実っていう実と赤土を渡すの、うん、これをセットで歯で潰したふりをすれば、あたかもなんかムカデを潰してる感じになるから、はいはい、ちゃんと掃除してる感じ、全部セリビメの起点で助けるわけよ。ほんまやね。で、こうムカデを取ってるふりしながら、こう赤土をグッて噛んで実をブチってやって、うん、ブッて吐くわけです。ああ、そのもうなんか可愛いやつやなってなってくるわけ、うんうんうん、なんか湧いてくんのよね、オーナムジに対しての、うん、で、気づけば寝てしまってた。で、奥にしたら、今やと、うん、逃げるぞ、セリビメ。おぉ、チャンス。で、もうサノオの髪の毛を柱にグーって、もう固めにギュッてしといた。で、サノオの宝物であるタッチと、ね、うん、弓矢と、琴を全部持って逃げ出したの。娘ーっつって、うわーって逃げててんやけど、もう琴やから、うん、気に引っかかって、ボロロロロロロってなったんです。綺麗に。大地がブワーって揺れる。
それでグーパチンと起きてサノが、俺とナッタチと弓矢とコトはどこに行った、オーラム地面でも、なんじゃこれ、おーい、柱ごと引き抜く、ごと行った。で、こんな状態で柱振り回しながらこう追いついてくるわけですよ。やばいやばいやばい、早いからね、スタノ出た出た、そう来るわけですよ。バーンってね、ヨモツヒラサカまで来るわけ、現世とね、ヨミの国の間まで来るわけですよ。もう遠くを走ってるね、オーナムジを見て言うわけですよ、はい、オーナムジよ、お前の持ってる立つと弓矢でね、お前をいじめた兄神たちをもうぶち倒せと、追い払えと、そして貴様は大国主となるのだ、私の娘のすり耳を制裁としろ、でめちゃくちゃいい宮殿を建ててそこに住めと、こやつめ行けって、かっこいい。そう、まあ、一説によるとね、この時の一連のこの嫌がらせみたいなスタノのね、やり方っていうのは、実は大ナムチを成長させるためだったと。まあほとんどのすり耳に助けてもらってんねんけどまあでもその子精神的な成長と、ね、ちゃんとそういう少年漫画的に大国主になっていくっていうプロセスが描かれるというね。なるほどね。でもよくよく考えたら、何しに来たんって言ったら、八神姫と結婚するって言って、でいじめられて殺されたから逃げてきたらスリビューと結婚したわけですよ。あ、ほんまや。で戻ってきて結局八神姫とも結婚したんですよ。あら、ダブル。そう、ダブルって結婚したんですけど、スリビューってめちゃくちゃ嫉妬深かったのよ。あ、そうなんや。でめちゃくちゃ八神姫多分いじめられたんやろな。でね、もうお子さんがもうね妊娠してたんですけど、産んだ瞬間にね、木の股に差し込んで稲葉国に帰ってきちゃった。嫌な嫌がらせ。その子がもう木股の神って言われるんですよ。そのまんま、はい、まあそんなこともありながらね。でそっから大国主はね、こう日本を各国こう旅していって、はい、いろんな人と結婚していくわけですよ。八つ矛って言われるのもそういうことですよ。あ、まあね、八つ矛があるぐらいね、こう頑張ったねみたいな感じなんですけど、ちょっとそんな表現やったね。そう、そういう表現です。八つ矛、そうだからいっぱい名前からね、大国主ってね。でもこれはただのこうなんかでチャラかったってわけじゃなくて、自分たちの国を広げるために、国と国がつながるってことやから、家族になるってことやから、はいはい、一つの国になっていったわけですよ。なるほどね。大国主の活躍逆によってね、でスリビメは嫉妬深からキーってなるわけですけども、大国主がスリビメに歌を呼んであげたり、はい、その歌に対してスリビメが返したり、ロマンチックなシーンもあるわけです。大国主はね、あのアマテラスとサノオの受け入れのシーンで生まれてた宗像三女神の一人、タキリビメとも結婚してるんですよ。へー。でその子供がアリスキタカヒコネとね、慕ってる姫なんですよね。はいはいはい。でカムヤタテ姫を妻として産んだ子はコトシロヌシとかね、いろんな神様が生まれまくる。で大国主がそうやって頑張ってた矢先にね、すっごいね、大国主を助けてくれるビジネスパートナー的神様が現れるわけですよ。おそれが、ちっちゃい陰寸帽子みたいな、はい、かわいいね、キュートなね、スクナビコナっていう神様。ああ、いいですね。この登場シーンがすごくて、なんか芋みたいなね、なんかその身を船にしてる、陰寸帽子とかよりもクオリティの低い、低いね。身をなんかくり抜いてこう船にしてご飯よりしょぼいね。ガーの皮をね、服にしてるみたいな、履いたやつを着てる。あまりにも個性が強いからさ、なんか大国主も何者ですか、なるよ。で周りの神様に聞いても、誰も知らんのよ、知りませんと、でガマに聞くわけですよ、カエルに聞いたよ、はい、多分カカシやったら知ってんちゃうすかね、あいつ神様フリークなんでみたいなでガチカカシに聞いたら、あ、この神様は神結びの子供のスクナビコラさんですよって答えた。うわ、めちゃくちゃ重要な神結びといえば ね最初に出てきた増加三神ですからね、だからイザナギとイザナミとかでも断然偉い神様や、やな、その子供やからね。うわで、絶対嘘やんとあんなすげえ神様がこんな汚ねえ少ないくらいなわけねえじゃんって言って、で、実際神結びに聞いたら、これは本当に私の子なんですと。あれまあいたずらっ子でね、つって手のひらで猫遊んでたらね、こぼれ落ちたんですよ。あれね、こっからね、少ないくらいやと、久しぶりやねと、ね、お前はね、大国主の兄弟となってね、国を作り固めなさいと言ったわけですよ。なるほど、ここでそう、作り固めるっていう言葉覚えてますか、最初にイザナギとイザナミがね、天の神々に任されたお仕事ですよ、ね、だそれを誰もせんかって、はい、この大国主と少なみこが一緒にやることになったわけです。ここでついに国づくりがやった。そうで、共に協力してこの国を作り固めていったって書かれてるんですよ。なるほどね。実質だから、そのイザナギとイザナミがするべきやった仕事っていうのは大国主がしてるんですよ。うわー、すげー、すごい。このね、二人がね、日本ジョコ楽しく回っていった伝承が日
本各地に残ってるんですよ。はいはいはい。で、スクラビクロが寒いって言ってちょっと熱出た時とかに、うん、で、奥入試が道後温泉に行ってあげて、うん、温めてあげるみたいな。じゃあ元気になってイエーイって踊り出すシーンだったりとか、だから、スクナビクラは重い荷物持つけど、大国人はうんこ我慢してやと。どっちが長く我慢できるか勝負しろみたいな。それ子供みたいなことしたりとかして。なんか仲ええな。大国人がうんこ我慢できなくなってうんちもらっちゃうみたいな、まあそういうシーンがあったりとかね。はいはい。で、そういう一緒にこう、そこで日本を回って医療のこととか、農業のこととかね。うんうん、いろんなことを教えていってあげたんですよ。うん、国作りをサポートしていった。うん、人間にその、どうやって生きていくかってことを教えていってあげたんですよ。はいはい。二人で仲良くこう国を整えていったんですけども、うん、スクナビコナさんがね、うん、もう俺もだいぶやったし、うん、もうええんちゃうかと、もうええんちゃう、俺国帰るわ言って、あら国帰ってたんですよ突然突然ええー、言うて、よーく一応一人じゃ無理やってって言って、あいつめっちゃすごい、もう多分仕事できたんでしょうね、うんうん、きっとコロナ支えになってたと思うんですけど、もうおらんくなったからもうショックで、うん、うわ落ち込んでたのよ。で、うわ俺と誰か協力してやってくれる人おらん、うわぁ一人じゃ無理やってみたいな、うん、誰か俺と協力して国作りしてくれる人おらんかなって言ってたら、うん、突然ね海を海上を照らしてふわーって近寄ってくる神がいたんですよ。おで急に我の魂を祀りなさいと、お丁重に祀ったならば私はあなたに協力して国づくりをやりましょうと、おでもそれをやらなかったら国づくりはもう成功しません、しませんビビらされたわけですよ。うん、いや、理由はもちろんですよ。ちょっと探してたんですよ、うんうん。どうすればいいですかって言ったら、私の魂を、大和の山の上に、ね、清めて祀りなさいって言ったら、はい、で、その通りにして、言われた通りに魂を祀って、うん、この神様と一緒に国づくりをしたっていう。ほう。まあ、この辺ちょっと謎なんですけど、うんうん、一緒にこう頑張ってよっていう、国づくり成功しましたよみたいな、そういうシーンなんですよ。で、そんな感じでね、うん、こっから急展開が起こるわけですよ。おね。要は、地上がめっちゃいい感じになっていくわけやん。大国主によってね。うん、で、天界に住んでる、はい、アマテラスオミカミが、あなんか最近いい感じやねと、地上、うん、あれわらわのものじゃないか、なんと本来はって返してもらおうよっていうわけですよ。めちゃくちゃ悪いの我が息子、うん、雨の押しほみみのものですと、私たちのもんやから返してって言ってきなさいって、お送り主にって言うわけですよ。うん、わかりました。まあ、あんま行きたくないんすけどね、地上って言いながら。そうよね。で、こうね、天とこう地上の境目ぐらいまで行くと、うん、まあ、天のその清らかさと、うん、地上のこう騒がしさが全然違うかったよな。はいはいはい。うわ、俺やっぱ無理やわ。いや、無理でした、ごめんなさいって言って。行けない地上無理です、僕デリケートなんで。って言って。諦めた。ってなって。で、次ね、うん、アマテラス大神の次男である、雨の星に生かそうと。はいはい。わかりました、行ったんですよ。うん。で、大国主に会ったんですよ。うん。で、大国主に惚れてもうたんですよ。おお、この人すごいわーってなって、うん、もう部下になりますみたいな感じで、で何年も3年ぐらい帰ってこなかったんですよ。うん、うわ雨の方アマテラスの次男よって、何してんの何してんのってなって、役目果たさず仲間なってもうたねと。次誰を使わしたらいいやろってなって、じゃあ、まあ、アマテラス大神のまあ子供とか関係ないけど、うん、雨の若彦っていうのを使わすのどうでしょうか。あいいねってなって、うん、まあ多分何かしらの偉い神様でしょうね。はいはい、はい。だってアマテラス大神の長男次男の次に選ばれてる人ですからね。そうやね。でこれ雨の若彦は地上に降りて、うん、ね、大国主国を明け渡せって言ったら、うん、ね、ああ一杯でもどうですかって、とりあえず飲みませんかって言って、ああそれ飲もう、とりあえず飲もうって、ああじゃあ娘のあの仕立てる姫、うん、ああ紹介してもいいですかって、はいはい、おおどんなもん、お綺麗な娘じゃないですか、お。で結婚したんです。あれ。そう。でその国をもう仕立てる姫と結婚して、うん。仕立てる姫と、ね、一緒に天下取ろうって、ね、国をなんか取ろうとしたと。8年戻ってこいんだったんですね。でもうそんなことになってるもんやから天の神々を怒ってこの天の若彦を矢でね、うん、天から投げた矢で貫き殺してしまうわけです。あらららら。ね。うわ殺されたってなって、うん、でもうちょっと出雲の国はちょっとざわつくんですけど、うん、まあ言っても大国主の娘の、うん、ね仕立てる姫と結婚した天の若彦やから、うんうん、ちゃんと盛大に葬儀をしようよってなったんですよね、うんうん、で葬儀をしました。で当時の日本っていうのはもやって言って、うん、まあその遺体を安置してみんながこう別れをねこう告げに行くというか、まあ、死者を弔うような、うん、そういう小屋を作ってたんですよ、はいはい、でそのもやを作って天の若彦はこう安置されてたんです。いろんな人がこの生前ありがとうございましたみたいな感じで会いに来るわけですよ。うん、でこの天界にもね雨の若彦亡くなったぞーっていう噂が立って、うん、でもご両親天に住んでるから、うん、雨の若彦地上に行って結婚したまでは知ってたけど殺されてもうたんかって、わざわざ、まあ、会いに来たわけですよ、うん、ね、で、ね、弔いに来たわけですよ。もうなんでもうさ親より先に亡くなってもうってなってたらその葬儀にね、うん、アジスキ高彦がやってきたんですよね。はいはい。アジスキ高彦って言えば大国主の
息子さんですよね、うん、妹が慕ってる姫ですよ、うん、で慕ってる姫は雨の若彦と結婚したよね、うん、でこの雨の若彦とお兄ちゃんの味付き高彦根が顔そっくりやったらしいんですよ。妹慕ってる姫からすれば、うん、お兄ちゃんの顔そっくりな人と結婚してるっていう、そうなるよ、謎の現象が起こってんねんけど、うん、まあ亡くなってんねんけどお兄ちゃん顔そっくりやから、うんうん、雨の若彦のご両親は勘違いしちゃったわけよ。はいはい、はい、息子生きとったやんかーって言って泣きながらハグしちゃったわけよ。当時の日本っていうのは死っていうのは汚れそのものやから、はい、他者と間違われるっていうのもすんごい侮辱やったわけですよ、うん、何誰と間違えとんねんと、俺友に別れを告げに来ただけやのになんで俺は汚らわしい死人と間違われるなあかんねん言うて、うん、で剣抜いて、うん、ね、雨の若彦が安置されてもやをバサーンって切り倒して、はい、でもう足でバーン蹴飛ばした。わー怒ってる、何これってなって、うん、で、有月高彦根は出雲から飛び出てしまうっていう、あららららよう分からんシーンがあるんですけどもね、うん、まあこの辺もいろいろ考察してるのでね、他のシリーズでね、うん、で結局そんな感じでね、地上に使わされた雨の若彦は殺されてしまい、はい、ね、有月高彦根もどっか行ってしまい、うん、どうする、どうやったら地上取れるかなってなったわけですよ、うん、全然取れへん、全然無理やと、大国主かなり強者やなと、うん、で、じゃあもう竹三日月行かせましょうか言うて、うん、あの日の神様切り殺した時に生まれてる竹三日月ですよ、血ば怖いやつ、ね、あいつすごいから、うん、あいつ行かそうと、もうバチバチバチってもう三日月やから、うん、もうバチバチなわけ、うん、でふわって生かしたわけです。で、竹三日月は出雲の国にたどり着きましたと。うん。で、すっごい座り方してね、大国主呼び寄せたんですよ。なんだなんだ？剣をね、うん。ズラって刺して、うん。絵あるやん。あの、持つとこ、うん。はいはいはい。あそこにこう座ってたならまだわかると。まだわかると。絵を刺して、逆に。剣の先に座ってたの。尖ってる方。もう鋼鉄のケツを持ってたの。強い。これだけでもうやばいやん。うん。うわーってなって奥にしも心折れて、うん。国を明け渡せって言ったわけですよ。うん。いや、ちょっとこれ、無理です。こんな強靭なケツというか、こんなもうクレイジーだってなって。すいません、もう私もだいぶ年なんでね、と、私の息子の、今年のうちに聞いてもらっていいですかね、と言って。うん、うん。まぁ、ちょっと戦争中なのにちょっとのんきな息子でしてと。もう釣りに行ったりしてるんですけど、出かけてどっか行ってるんですけど、呼び寄せますね。はい、呼び寄せて。うん、聞いたら。もちろんです。もう譲りましょうよと。お争いとかやめましょうよ、と。はい、後で、船に乗ってきたんですけど、うん、船をバーンって踏み傾けて。あら。ね、天の坂で、っていう不吉な、うん、当時の日本っていうのは、ね、普段やってる所作の逆をすると、まあ、裏拍手とかもそうですけど、うん、呪いになるっていうんですよね、はいはい、裏はね天の坂でパーンってやって、うん、じゃあドローンってこの船が青柴垣っていうものに変わって、うん、その中にスッと入って消えてしまったんですよ、うん、うわなんか不吉な逃げたんですよね、うん、で竹三日月がその後の息子の琴鶴主は国を譲ると言ったな、他に意見を言う者はいるかって聞いた。そうですね、あと一人我が子の竹三日方がいますかねと、うん、まあ、これ以外にはもういないので最後に聞きましょうと、うん、でそんな話してたら、うん、ちょうど竹三日方こっち来たんですよ。あら誰の話してるんだいって、うん、もうつわものオーラすごい状態ね、千人引きの、うん、とんでもない大岩を片手にポンポンポンってお手玉みたいに投げながら俺とやるってのかいって、うーわ強これ竹三日月さんよ、で力比べをしようぜって言ってパーンってその岩を投げてグッて掴んだわけですよ、うん、相撲ですよね、だからこれ、ああそうやね、こんもう古来の相撲が始まったわけですよ、うん、で竹三日月のね手を竹見中田が掴んだ、ややこしいね名前こっちも竹見まで一緒だからね、一緒やからな、竹見中田が大国主の息子ね、はいはい、竹見中田が竹見一の腕をバッて掴んだら、この手が掴まれた手がブーンって水柱みたいになって、やべえ、レーザー状になった、剣みたいな、うん、うわなんじゃこいつってなって、で竹見一がすごいスピードで、うん、竹見中田の方に来て手をガッて、うん、もう何発泡チロルみたいにプチンってこっちに行ってプーンって投げたんよ、あちちち、あダメだこれめちゃめちゃ強えわ、あんな調子乗って逃げろー、あー来た、また逃げたけど来た、これこれはやべえわで出雲から諏訪まで逃げたわけですよ、うんうん、何百キロ逃げんだけど、めっちゃ逃げた、で追い詰めて殺そうとすると、うん、参りましたと、もう私もう諏訪から出ません、もう二度と出ません、はい、もう誰の言うことにも背きませんと、うん、ね、おー許してくださいって言って、うん、諏訪に封印される、ふそのままね、そうで竹三日月が戻ってきて、うん、なあどっちの息子も譲ると言ったぞと、わかりました、じゃあ私は背きませんと、ただ一つ条件がありますと、ね、とてつもなくね立派な、ね、宮殿をね出雲に建ててくださいと、でその後もちゃんと管理をねしてくださいと、うんうん、してくれれば私はもう隠居しますってね、で私の子供のねいろんな神がいますと、でも琴城主がね、うん、神々のその前後に立って
ね、お使い申したならば、誰も背かないんです、ぐらい今年の主はすげえ、はいはい、なんで大丈夫ですって言って、分かった、じゃあ出雲に大きな宮殿建てたるわいってことで、そういう流れで出雲は、まあ、天の神々に、まあ、ある意味取られるというかね、ついにね、国を譲るっていう、これが伝説の出雲の国譲りなわけです。はい、大有名、そう、大有名だね。で、それでできたのが出雲大社、そこに大国主が隠居してるというか、はいはい、そういう話なんですけどもね。そうやね、大国主は出雲を譲って天も地も天照大神のものになりましたと、で、連絡が入ったわけですよ。武見和さん、今度成功しましたよと、地上手に入りましたよ、しかし、わかりましたと、おい、じゃあ私の息子の雨の押し込み見よと、あなたが地上を治めなさいって言ったわけですよ。でも雨の押し込み見一回地上に行こうとしたけど騒がしいって戻ってきたよねと、ミスってるよね、ミスって無理ですってで言われて、ああ私最近ねと、私息子生まれたんですよと、でニニギの御事って言うんですけども、この子を下ろすのが絶対にいいです、ああー分かったと、じゃあその孫にね、私で言っとったら孫ですねって、ニニギはね、行かせましょうってことで、これニニギを地上に行かせたわけですよ。天からね、地上に天下ろうとしてるんですけども、道ややこしくてね、わーってね、こういろんなこう道を通りながらこう地上に向かっていくんですけども、途中に、上はその天の世界を照らし、おいおい、ね、下は地上世界を照らしてる光り輝く神がいたのよ。おら、で全員ビビってもうて、その神やべえのやべえのいるなって、雨の渦目ついてきとったよね、あの祭り雨の岩戸で活躍した雨の渦目さんよと、あんた誰にも物怖じしない神様ですよねちょっと行ってきてくれへんかと、その雨の渦目、あー分かりました、行ってきますよって言って胸プルーンって出して近づいていくみたいな感じですけど、で聞くと、私はサルタビコの神と申します、おーしゃーね、天狗のような、目のギャンギャンに光ったすっごい体の大きい、顔赤い神様がおったわけですよ。戦いに来るような顔してるから、何ですかってなったんですけど、いやなんか天の神が降りられると聞いたのでと、道案内しようと思って待っておりますええやつ、道案内かいみたいな最初言うてよみたいな感じでまあサルタヒコのおかげでこうニニギの御事は地上にたどり着いたよっていう、そういう話がスッて入ってくるんですけどね。で、ニニギの御事は地上に降り立って、よっしゃ頑張るぞってことで、バーっていろいろこう出かけてたんですけど、あるところに美しいね、乙女を見つけたわけですよ。お、その他は誰だって聞くわけですよ。私はこの花咲くや姫と申しますみたいな感じでね、はいはい、美しいなと、その他兄弟はいるのかと、私は姉に岩永姫という女神がおります、ああそうなんかと、いや早速だから結婚したいんだがどうかと聞くわけですよ早いですねと、私はもちろんちょっとすぐに返事はできないんですよね、私の父である、大山積みの神、山の神様返答をするので、ちょっと待ってもらっていいですか、で、その父のね、大山積みにこの花咲く姫気に入ったとこういうことがあったんですけども、結婚していいですかって、いや、天照大神のお孫さんやろと、大賛成やがな、おらえがなと、でもお姉ちゃんの岩永姫も一緒に、姉妹で結婚してもらおうよと、おー、まあ、そういうのが昔はあったらしいんですけどね、はいはい、ちょっと一緒に行ってきなさいと岩永姫、あー分かりましたで、行ったんですよ、ニニギの元にね、で、この花咲夜姫はものすごいね綺麗な方やったんですけど、ニニギから見たらですよ、岩永姫がもうごっつごつのまあ美しいとは言えなかった言えなかった、で、もう見た瞬間すいません帰ってくださいって言ったんですよ、あーひどいひどーってなる、で、お父さんの大山積みめっちゃ怒って、わしの可愛い娘よと、まあ、でこの花咲姫は、まあ、花のようにね、繁栄しますようにっていう意味で送ったのに、で、お姉ちゃんの岩永姫は岩のように太くね、こう寿命が長くありますようにっていう意味で送ったのに、じゃあもう寿命いらないんですねと、っていうことで永遠の命じゃなくなったんです、うわお、だから岩永姫を断ったことで大山積み呪いをかけられて、寿命がついちゃう、はあ、天の孫やのに、で、この花咲く姫ともね、まあちょっと一夜そういう共にして、イチャコラして、ちょっと忙しくなるから、ちょっといろいろ動いてくるねって言って、しばらく会えなかったんですよね、で、久しぶりに戻ってきたら、ご報告があります、あなた様の子、身ごもりましたと、はね、告げたわけですよ、早、はい、やっと言えた、ずっとね、ニニギと会えなかったから、やっと言えたと思うわけですけど、ニニギは、ほう、お、いや、俺は一回しかそういうことしてないよなと、ほんまに俺の子か言うたんすよ、ひどい、ひどすぎる、ひどいわ、ひどいです、あなたは天の神です、でも他はもう地上の神ですね、地上の神のことを国つかみって言うんですけど、国つかみと結婚してたら絶対に生まれないやろっていう条件で産みます、言って、ね、おっきなこの産屋を作って、はい、その産屋にこもって、土で塗り塞いだの、
誰も入ってこられへん、はいはい、そこに火つけたの。わお、ものすごい火が燃え盛ってる時に生まれたのがホデリの御事で、はいはい、でその次にホスセリっていう神様が生まれて、うん、で火がちょっと落ち着いてきたなっていう時にホーリの御事っていう神様が生まれたわけですよ。はい、おんぎゃおんぎゃねっと、こんな条件で生まれる神様天の御子以外ありえないでしょっていうことで、うん、ニニニもあそうかって言ってまあなんとかなったんですけどいやこれもひどい話ですけどね、なかなかね、まあ、ちょっとまあモヤモヤしながら、まあ、その後も暮らしたと思うんですけども、うん、まあ、無事に三つ子が生まれた、生まれたと。で次の物語はこの三つ子ではなくね、その三つ子のうちの二柱のね神様のお話に移るわけですよ。だいぶ時が経って、うん、大きくなったんでしょうね、はい、でホーリっていう神様は、まあ、末っ子ですわ、うん、ね、ホーリは山の神様ね、そっからだいぶ経ってね、あの三つ子は大きくなりましたと、うん、でお兄ちゃんホデリは海の神様ね、はいはい、弟のホーリは山の神様やったんですよね、うん、このお兄ちゃんのホデリは何でも釣れるやんっていう神の道具、釣り針を持ってたんですよ、うん、何でも釣れる、そう、何でも釣れる釣り針を持ってて、うん、弟のホーリは何でも仕留めれる山の生き物やったら何でも仕留めれる弓矢を持ってたと、うんうん、ホーリはちょっと早めにというか、うん、飽きちゃったのよね、漁にもう簡単やなこのゲームみたいな、まあそうやな、そう、釣りしてみたいわと、はいはい、お兄ちゃんちょっと頼むわと言って貸してくれへんと、そう、釣り針と、うん、貸すわけないやん、俺命みたいなもんやぞ、まあ、大事やと、めちゃめちゃ大事やと、うん、で、いやほんま頼むって、いや無理、いやほんま、1回だけ、1日だけ、3回頼むよ、うん、分かったと、もう1回だけだからねって言って貸したんですよね、うんうんうん、で、やったーってやってんけど、うん、全然釣れへんかったよ、あら、なんで全然釣れへんし、うん、まあ、多分そのね、ホテリが使わないとあかんねやろな、あやっぱりね、全然釣れへん上に釣り針なくしてもらった、あーやっちまった何してんねんと、で、お兄ちゃんにごめん、なくしてんけどほら見たことかと、いやだと言っただろうと、あんだけ言うとやろ、いやもう絶対返すよって言って、わかりました、私は大切な戸塚の剣を砕いて一個一個の500本の釣り針にして、うん、ね、なんとかこれでって言ったら、まあまあ、あかんと、あかんかった、俺の大事なやつ、あの釣り針だと無理やっつって、で次は千本の釣り針持っていったけど、それでもあかん、元の釣り針を返してくれ、もうそれの一点張りやった、もうあかんわって何しても許してくれへんってなって、うん、ホーリーは、弟のホーリーはもう浜辺で泣いとったんですよ、おいおい、で海の神様がスーッと現れて、どないしたんですかと、うんうん、すごい泣いてますねと、ね、いや実はこういうことがあって、あ、そういうことなんですねと、あ、じゃあ海の神様に聞いたらいいんじゃないですか、うんうん、じゃあ私が海の世界にどうやって行くかやり方を教えてあげるので、うん、行ってきなさいってことで、うん、でホーリーは海の世界に旅立つわけですよ、で海の世界の神々がいるところに着いて、うん、ちょっと木に登って待っとったんですよね、海の神様の娘さんが豊玉姫っていうね、うん、神様なんですけど、はい、その次女っていう召使いみたいな人が水汲みに来とったんですよ、うん、ね、器持って、うん、でこうやって水汲んでたらスッてね見ると木になんかすごい美しいホーリー、もうイケメンなんよね基本的に、あ、そうだね、ホーリーはね、うん、すっげー美しい男子がおったわけですよ、うん、で、なんですかって、いやもう一応守らなあかん場所でもあるからさ、うんうん、水を汲みませんか、水が欲しいですって、あ、いいですよってその器を渡したんですよ、はい、で、ホーリーはこの水を受け取って、うん、じっと見て飲まんかったよ、ほらグーって飲むかなと思った、うん、なんか玉みたいなのつけとったんですけど、うん、それをほどいて、うん、で口に入れて、もう辞書からしたら何これ、何何、口から玉をポロンって入れて、あれコポポポポポって何何見させられるのこの玉が器にピタッて貼り付いて、うん、もう動かんくなったのよ、ほら、え、何これ、だから要は、うん、ホーリーは俺すごい存在でってことやりたかったんですよ、なるほどね、だから神がかった技をして、うわー、で、豊玉姫様こんな人がいましたよって、イケメンやった、うん、めちゃめちゃイケメンでした、行きましょうってバーって見に行って、で、互いに目を合わせて、うん、もう惚れてしまうわけです、一目惚れし合うわけですよ、うん、このパターン多いよね、多いね、豊玉姫がお父さんにすっごいイケメンいたんですけどって言って、おー、ちょっと連れてきなさいって言って、ほんで宮殿に案内して、うん、まあ、結婚するわけですよ、はい、でパーティーがうわーって行われて、うん、まあ、3年ぐらい続くって長っ、でも3年経つ頃にはもうホーリーもちょっとパーティー熱が冷めてきたのか、思い出してきて、うん、うわ、俺ちょっと釣り針取りに来たんやんって、お兄ちゃん、で何忘れとんねんと、うん、ため息をつって、それもなんかちょっとこう言え自分からは言えずにため息をふーっとついて察してよみたいな感じで、トヨタマミーはどうしたんですかって、いや実はねと、3年前来たのは、うん、お兄ちゃんの釣り針を探しに来たんですと、うん、ああそういうことかいなと、はいはい、まあ、えらい長く忘れてたねみたいな3年もで魚たちと海の生物を呼びましょうと、うん、で聞いたら分かるから、うん、でわーって魚たち呼んだんですよね、うん、でそのカクカクシカジカでね、こういう釣り針があのホーリーさんがなくしたみたいなんやけど知ってる者いないかって言ったら、でいろんな魚たちが答えていくわけですよ、うん、
そういえばね、あの近頃、うん、なんかあの赤鯛が、うん、赤い鯛がね、うん、喉になんか引っかかって、うん、なんか苦しんでるみたいなこと言ってた、食べようなんか物を食べるときになんか引っかかってんのよねって、いざって言ってたから、おいおいそう言っちゃいます。お、怪しい。私です。その赤鯛見つけられて、うん、ああ、私だと思います。あ、私赤鯛なんですけど、そのすごいここがすごいなんか痛いんですよね。ああ、見てもらっていいですか。うん、で見たら、あ、これこれこれ、光輝いとるやん、これ明らかに。で、で返してもらって、うん、でこの釣り針をね、兄貴に返すときに、うん、海の神様が、ホーリーさんと見つかりましたよと、うん、ね、この釣り針お兄さんに返してあげてくださいねと。はい。うわ、もうマジ助かりました。いや、ほんま助かりました。でもね、一応この釣り針を返すときに、うん、呪いをかけて返しましょうと。ね。お兄ちゃんが憂鬱になるとかイライラする、寝まずしくなる、愚かになるって、そういうふうに唱えて返してあげてください。ひどいの、ひどい、お兄ちゃん何したみたいな感じじゃないけど、返してあげてください。でもしお兄ちゃんが低い土地に田んぼ作ったら、あなたは高いところに田んぼ作るんですよ。ね、お兄ちゃんが高いところに作ったら低いところに作りなさい。必ずお兄ちゃんの田んぼをカスカスにしてあげるから。とんでもない爆弾落としたわけですよ。とんでもないね。でもそうなったら、多分お兄ちゃんは、もうあんたを恨んで、ね、愚かにもなってるし、心貧しくなってるから、うん、な、勝負挑んでくるだろう。その時のための武器も渡しておくね、と。うん。で、どこにでも、いつでもどこにでも、塩水を発生させて、溺れさせることができる。ね、塩水玉っていうのを渡しておく。ドロドロ、助けてください、うん、で、融資を凍ったら、で、その塩水をパッてね、こう、乾かすというか。そういう塩振る玉っていうのも渡しとくから、はい、もう使い分けてラーメンとムチみたいな感じで戦いなさい。こういや、これこうやりなさいね。で、海の世界から地上に戻ったわけですよ、うん、で、言われた通りに、うん、ホーリーはお兄ちゃんごめんな、またしたねって言って、心貧しくなれ、ね、愚かになれみたいな感じでこう呪いとなりながら渡して、うん、オッケー、まあほんじゃええわってな、だいぶ待たされたけどってなったけど、まあ、ほでお兄ちゃんどんどん心貧しくなってくるし、うん、実際でも田んぼうまくいかへんし、はいはいはい、貧しくなっていって、で、うん、恨みを起こしね、恨む気持ち、弟のせいやってなっていて責めたわけよ、うん、ね、海の神様の言う通りですわ、狙い通りですわ、せやね。で、ホテルがブワーってお兄ちゃんが攻めてきて、うん、ね、弟のホーリーは塩水をどこでも発するやつと溺れさせて、うるる溺れさせて、で、乾かして、溺れさせて、乾かすのこの飴とムチを使って、はい、まあ、倒すわけですよ、うん、許してくれと、許してくれと、わかった、お前の部下になるからって言って、まあ、部下になりましたと。このお兄ちゃんホデリは、うん、ね、まあ、後にそのホーリーの子孫がね、天皇になっていくわけなんですけども、うん、その天皇に仕えるハヤトと呼ばれる存在になったんですよ、お兄ちゃんがね。そうで、今でもね、その海水に溺れた時のさまざまな仕草をね、今でも演じてたりする。へー。で、宮廷に仕えてる存在、うん、それがハヤトなんですね。うん、まあ実は僕のご先祖様でもあるんですけど、うん、すごい話さらっとね。まあそんな感じで、まあ、ホーリーはお兄ちゃんを倒して、よっしゃ豊玉姫地上においでってやるわけですよ、うん、でもなかなかちょっと来れんかって言うから、やっと来れた。で、お腹こうパンパンになってたんですよ、豊臣姫が、うん、はいはい、あ、実はね、私以前から身ごもっておりまして、うん、海いたんであんま言えなかったんですけどね、もう実はもう出産の時期なんですよ、うん、お、そうかいそうかいと、急展開ですね。急展開やな。で、まあ、ホーリー様は、まあ、アマテラス大神の子孫じゃないですかと、うん、まあ、天の神様なわけですよ、うん、私海の神様ですやんと、別や、ね、まあ、天の神様を海で産んでいいのかなと思ったんですよね、うん、わざわざ地上に来て地上で産もうかなと思ってこうやって来たんですと、はいはい、ほう、そうかと、じゃあもう大変やな、急がなあかんなと、うん、じゃあもう産屋というか、ね、産める小屋みたいなのを作らなあかんなってことで、うん、うっていう鳥おるやんか、はいはい、あの羽をこうね、うわーって集めていって、うんうん、それでね、産屋を作ってたんですよ、家をみたいな、ね、そう、家を作ってたんですね、うん、で、まだこの産屋が出来上がってないタイミング、うん、屋根がもうまだもう出来上がってへん、はいはい、もうパッコパコの状態でも、うーまれやーってなったよ。あららら、お前急に来すぎやってんだで、私は、まあ、地上のものではございませんと、なので、まあ、産む時はもう全部のパワー使ってね、こう産むので本来の海の生物の姿に戻るんですと。ああ、はいはい。そう。私は本来の姿に戻ってお産をするんですけども、うん、絶対に、絶対に見ないでくださいねというわけですよ。出た。もうええってこのパターンはと。うん、で、ホーリーは、そうかと、本来の姿、へえ、そんなんあんねんや、みたいな。うん、なんか気になるな、みたいな感じで、まあお産が始まったんですけども、うん、まあ屋根がパコパコですからね。ちょっと高いとこ行ったら見れるわけですよ。見えちゃうね。で、わーってこうね。もうしゃあない、もうこれ無理やわ、見てまうわとバーで見に行ったら、見たい見たい、上の方からパッて覗いたら、うん、もうめちゃくちゃでかいワニやったんや。ワニ、ワニがうわーってもううごめきながら生まれーってやってたのよ。でパッて目やったの、うん、あーってまた目をバレたバレた何してんねんで、トヨタマミミは見ないって言いましたよね、
どんだけ悲しかったことか、恥ずかしいってなって、もうこの地上にはもう入れませんってことで、うん、もう海の世界に戻りますと約束破ったんでって言って、でもこの子には罪がないのでね、私のこのチブサをブチンでチン、いわゆるカチンってくっつけてポタポタ垂らしとくので、これの待ちください絶対にね、これ今でもね、あの宇土神宮のね、お乳岩っていうのが残ってたりするんですけど、あるよ ね垂れてるやつで作った飴とかも売ってるんで、お乳飴みたいなの売ってるんですけどね、うん、はいはい、これはもうこの豊玉美芽のお乳なわけですよ、うん、娘息子思うパキーンってつけたで、海の果てのね、もともとは地上と海っていくらでも行き来できたんやけど、うんうん、境界ができたんですよ。あ、そうなんや。もうそのバリアみたいなの張っちゃった、はい、もう来ないでね、もう海と海の世界と地上世界はもう断絶します、分けます、そうってなっちゃって、でこの時生まれた赤ちゃんがね、うがやって言ってね、うん、うががこう吹き合えるって出来上がる前に生まれたから、うん、うがや吹き合えずって、はいはいはい、それ長いね、名前の神様が生まれるわけですよ。で、豊玉美は海に帰ったんですけども、うん、夫の法理を恨めしく、なんで見たんやって恨めしく思う気持ちと、うん、やっぱ慕う気持ちと息子への思いと、そういうのがもういろいろ重なって耐えられへんくなって、で、その子供のうがや吹き合えずの養育係として、うん、妹の玉より美をね、地上に使わせたんですよ、はいはい、で、育てさせたっていうね、そこに歌も添えてね、まあ、なんだかんだ言って私あなたのことやっぱ好きですみたいな、やっぱ気高く美しい立派な方ですよねみたいな歌を送って、おーおー、まあそれに法理も応えるみたいな、はい、まあ、そういうちょっとロマンチックなシーンがまた来るんですけどもね、うん、これ生まれたね、うがや吹き合図からすれば、うん、ね、養育係として地上に来た玉より姫っていうのは、まあお母さんの妹やからおばやん、やっぱなんか人間が、まあ、サノの時もあったけど、うん、まあ、お母さん思う心ってあんのかな、こう異性ともなんか分からないけど、このお母さんがいないこの心の穴と、このなんかいろんなものが重なったんかな、うんうん、この玉より姫にね。で、まあそこで結局、まあ、母と重ねて、まあ女性と重ねて、まあ、いろんなね、こうものが重なって好きになっていき、はいはい。で、おばと結婚するっていう。はぁ。で、5人子供生まれるんですよ。おそう。まあその子供たちが5人生まれるんですけども、うん、まあ1人、長男は5世、末っ子は岩レビ子って言うんですけど、うん、まあ、他の兄弟は出てこないんですけど、うん、まあ要はなんか、お母さん求めて、海の世界に戻ったって人もいるし、はいはい、海外で王様だったよみたいな人もおるっていう、うんうん、まあ、ちょっといろいろパターンがあるんですけど、長男と末っ子が残ったと、はいはい、こっからですよ、うん、もう日本神話編クライマックスになるのは、おお、ね、この長男の五世の御子と末っ子の岩レビ子が、うん、どうやったら天下取れるかなって相談するわけですよ、うんうん、実はね、まあ、天照大神の孫ミニギがね、地上に降り立ちましたよねと、はいはい、降り立った場所っていうのが、うん、宮崎県やったんですよ、うんうん、宮崎県の高千穂って言われる場所やったんですよね、はい、まあ、不思議なことなんですけど、出雲って今やったら島根県じゃないですか、うん、出雲の国譲りやーっつって国譲ってもらったのに、うん、出雲に降り立ってないんですよ ねなぜかちょっとずれて宮崎県に降り立ってると、うん、しかもなんか宮崎県にずっと、ね、ひいおじいちゃんぐらいの世代のニニギの御事からずっとおるけど、うん、天下取った感じではないよなみたいな、ないよな、うん、感じ、なんかマイナーなんかなこの場所はみたいな、うん、天下の政治を行うのはここじゃねえなみたいな、うんうん、今更なるんさ、お父さんのうがやふきあいずもおじいちゃんの法理もね、ひいおじいちゃんのニニギも気づかんかったけどどうやらここじゃないぞってなって、うん、で、東の方の都に行こうじゃないか、行こうじゃないかと、まあその住んでた場所ひむかって言われてる、火に向かうからね、うん、まあで、そこから出発して旅立つわけよ、はい、長男の5世と末っ子の岩レビ子の旅が始まる、はい、天下を取るぞってやっと気づいた、ようやく2人の旅が始まる。で、この2人はいろんなところに何年も滞在したりしながら、うん、徐々に徐々にの東の地を目指していくわけですよ、うん、で、だいぶ進んできて、目指したのは大和の地って、まあ、要は奈良ですよね、うん、だいぶそこに近づいてきたあたりで、なんか天照大神の子孫が来てるぞなのか、うん、なんか東に向かってきてる奴らが恩のなのか分からんけど、うん、この大和の地を支配してるね、軍勢が待ち構えてたのよ、うん、もうすでに、そう、そのトップが長すね彦きた、すねの長い、うん、蹴りの強い、いや分からんけど弓矢がめっちゃうまい、で、スパースパースパーってもう弓矢ぶわ飛んできて、うわ敵襲やってなって、盾とかでこうやってガードしててんけど、うん、長男の5つが矢にブスッ刺さってもうて、もう血止まらんくなって、はいはい、うわーどうするどうする、血全然止まらんみたいな感じになって、うん、うわー俺らミスっ
ったなみたいな、うん、要は西から東目指してたよねと、うんうん、で太陽って東やんか、うん、日に向かって戦うのは、うん、俺らパワー半減するそれなミスったと日がやっぱこう背負わんと、はいはい、こういかんとあかんと俺がパワーやとそれがパワーやと、うん、こんなやつの矢で絆割らんとかおかしいもんみたいなでもう皮真っ赤っかなるみたいな、はい、血出すぎてでもう血止まらんくてうわあいつのせいで死ぬんかーいって言っていつせが亡くなってしまうんですよね、はい、で言われる子が末っ子がうわお兄ちゃん亡くなってもうたーってなって、うん、もう俺一人で行くしかないやんってなってで、どうするもんちゃん言ってたなともう東、西から行ったらあかんからこうぐるーって遠回りして、うん、山とかめっちゃ越えて戦わなあかんやんでもこのルートやとみたいな、うん、うわきついなみたいなでもやるしかねえってなって、はい、ゆわりゆくが頑張るわけですよ、うん、そっからで険しいねこう山道をこう仲間たちと一緒にこう進んでいくわけですよね要は三重県の方から奈良を攻めていくみたいな感じやから、ね、うんそうやねうわーって行くわけですよってでわーって進んでいくと、まあ、ある村に着いたんですよね、うん、ある村に着いたら多分もう山の神なんやろな、うん、みたいなのもう化け熊が現れてうわ来たキラッと現れて、うん、ねスッって姿がしてキラッと現れてスッって姿がしてみたいな、うん、なんや敵がうわあれ消えた敵が消えたうわああなんか毒みたいなのがあったんやろなあーそこらへんねもう全員もう言われびくも全員気を失ってもあらバタッと倒れてヤリコさんヤリコさんヤリコさんうっなんだあの熊はどうしたで起こしたのは高倉寺っていう男なんですね出た高倉寺で、持ってきたタッチをふわって振ったらはっはっ言われるからもう正気を取り戻して、うん、お前は何やってたと、まあ、高倉寺を見てふっ熊はどこだ私高倉寺と申しますとほう誰やねんと、うん、知らんけどもどうしたらいいととりあえずあと私の紹介は後で話すので、うんね、このタッチを使ってくださいこれをふんって振り回してください、うん、でふんって振り回したら、うん、ギャーって声が聞こえてあれれれ熊を倒してんの俺熊を倒してもうみんなもう邪気がなくなって、うん、もう起き出すとおお元気になってきたなんだこの太刀はと、うん、すごい太刀じゃないかと、うん、で高倉寺はとお前何者かもわからんがんーどういうわけだとなんでこんな太刀をくれるんだと実はね私夢を見たんですと、うん、ねあま夢の中ではあまてらす大御神と高見結びの神がね相談しておりましたとはいねなんか子孫の言われびこピンチみたいよみたいな、うん、どうしてあげるってあ、竹三日月おるやん、最強の雷神の。はい。あいつに生かしましょうよ、地上に。強いからね。で、竹三日月おいでーって言って。あ、はい、なんでしょうか。いや、地上に行って、ね、言われびこ助けてあげてよって。いや、僕行くほどでもないと思うんですよね、と。うんうん。で、ええ感じの太刀があるんで、うん、この太刀をね、地上にいる高倉寺ってやつの、うん、蔵にぶっ刺しとくんでね。ね、もうそれを高倉寺、夢で見てるわけだよね、そのシーンを。はいはい。ね、そいつに拾わせましょう。うん。で、夢で、あ、俺のこと言ってる。で、パッとこっちに目あって、えあれ夢なのに目あったえお前言ってんだよ夢起きたら取りに行けよって言われてバチンって目覚めて、うん、うわ、蔵に刺さってんのかなってパッて見に行ったらタッチが刺さってたわけ、はいはい、で、これを言われる子に渡せってことやったから、うん、それを私、その夢の通りにあなた様に会いに来て、はい、これを献上しに来たわけでございますなるほどなるほどね、その何おばあちゃんかもわからんけども、うん、天照大神様が言ってくれたのねとありがとう、先祖のありがとうございますありがとうで、さらにね、天照大神たちがね、うん、山道は大変でしょうとヤタガラスを送りますと、うん、ヤタガラスがいればね、もう山にはもういろんな荒ぶるあの熊みたいな神々がいっぱいおるから、うんうん、ね、このヤタガラスがいれば大丈夫と、はい、あなたを先導してくれる、導いてくれるから、うん、って言って、そのカラスを使わせたわけですよで、この万能ガラス、うん、ヤタガラスに案内してもらって言われびこはスムーズに山道を行くわけですよ、はいはい、で山にもいろんなこうね部族というかね村が、うん、国みたいなのがあって、うんうん、そこの長と喋ってくれてカーカーカーみたいなもうすぐ天照大神の子孫の言われびこ様が来られるので仲間になりなさいとか、はい、交渉までしてくれるしすごい道も案内してくれる仲間をどん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 作ってくれるわけですよ、うんうん、でそんな感じでねヤタガラスは行く先々でね交渉してくれたんですけれども、うん、エウカシっていう人とオトウカシっていう兄弟をね断ったんですよ、うんあらいつもみたいにカーカーッいわゆる様もうすぐお越しになりますよとねお使いしなさいって誰がお使えるかいパーンって、ね、その矢を打っていって、うん、でわあこんな初めてのパターンだーっつって逃げてたら、うん、カーカーって逃げてたでもういわゆるびっこ最近調子乗ってるらしいなと、うんうん、ね俺らが倒したろうやないかいってことで、うん、仲間集めようとしたんですよ、はいはい、でも仲間集まらんかった集まらんかったえうかしのそのカリスマ性なのかいわゆるびっこの噂がもう鳴り響いてたのかは分からんけども、うん、じゃあもうトラップハウスを作ろうトラップハウスなんかや罠だらけの家作って、うん、そこにいわゆるびっこを、ね、接待するふりをして殺そうと、はい、そういう作戦を立てたわけですでもねその流れを見て弟の弟かしらやっぱこれやっぱやばいんちゃうかと、うんうん、天の神の子孫やしちょっとこれもう告げ口に行こうってことで、うん、で言われるこの軍勢の方に行って実はこういうことで兄がこういうことを考えておりますっていうもう告げ口しちゃったのよはいはいでこの言われるこの部下たちが分かったそういうことやったら俺らが行くわってことでで、ゆうかしがバーンって
あなた様は岩井美子様のお仲間の方々でね、うんうん、あようこそいらっしゃいましたと、どうぞこちらの屋敷に入ってください、はいはい、あなるほどと、まあ俺たちが入る前に、まあ、どんな感じでこう使える気なのかと、うんうん、まず入ってね、そのありさまを見せてくれと、あらえっ、ー、つって、いやちょっとねっつって、なんで見せれないんだっつって、うんうんうん、みんなもそのめっちゃでかい剣持ってたりね、矢をこうやって持ってたりとかして、なんで無理なんだっつって、バレるバレる、うわーすいません、パーン、自分でトラップハウスで死んでしまう自分そう自分で死んでしまうまあそんなと、そういうね、あのアクシデントもありながらも、はい、どん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 こうヤマトの方に進んでいくわけですよ、うん、でこっからはね、古事記では結構はしょられてるんですけど、うん、まあ日本書紀の方ではその辺は詳しく語られてるんですけども、うん、まあ長曽根彦と戦うシーンがまたあり、またあり、金色に光るなんか鳥みたいなのが飛んできてくれて、はいはい、眩しいってなってる隙に長曽根彦を倒すみたいな、はい、まあそういうシーンになるんですけども、うん、そのヤマトを支配したのは長曽根彦ではなくて、うん、新井早日という存在だったんですよね。で長曽根彦が言うには、あんたたちも天の神かもしれないけれども、うん、新井早日も天の神なんだと、どっちが本物やねんみたいな、うん、その2人もおることあんのかいみたいな、でまあまあそういうこともあるよみたいな、天の神いっぱいおるしねみたいな、うん、それ合わせてよみたいな、で新井早日で会ったんですよね、うん、岩井彦が、うん、ほんまに天の神様やったんです、あ、ほんまなんすねと、え、どういう感じで今ヤマト治められてるんですかと、そうや、ね、実はねと、あなたのだいぶご先祖なんですけど、ニニギの御事っていましたよねと、うん、ね、天から地上に天下ってた時に、おいおい、あ、そういう話があるんやって聞いたんで、後を追ってで、うん、天下ってまいりましたと、あら、手伝うサポートしようと思って、うん、降りてきたんですよねと、うんうん、じゃあなんか降りる場所とか間違えてニニギさんたちがどこにいるのかもよくわからんかったんでとりあえずヤマト支配してましたみたいなで完全に君臨してましたけどもってなって片手間ぐらいで片手間で君臨してましたけどもってなって、うん、いやもちろんね、お譲りしますよってなって、で、もらったんですよ、そのまま、そのままヤマトスライド式にスンって、そうね、こうやって言われびっ子はね、宮崎から旅立っていろいろ冒険をして、お兄ちゃんも亡くなったりしながら、うん、ね、長曽根彦を倒して、はい、逃げ早い人会うことができて、ヤマトを譲ってもらいね、いろんな荒ぶる神々を平定していって行って橿原の宮、うん、今の橿原神宮ですよね、うんうん、そこで天下を治めた、つまり天皇という存在になったという、そのタイミング、そうで、この岩井彦子が初代天皇なわけですよ、はいはい、後に神武天皇と言われる存在になったっていうね、うん、はあ、そういうことになるんですよ、結構壮大なストーリーやね、うこう聞いてみると、そうやろ、一気に聞いたことないよね、そう、ずっとね、別れて別れて聞いてたけど、繋げたらすごいね、すごいのよだから神様からここで明確に天皇になるっていう、うん、はいはいはい、でもそれまでに人魚の代で寿命ができたりとか、うんうん、ね、法理の代で海に行けなくなったりとか、はいはい、ちょっと制限が作られながら、せやね、ね、天皇という存在になっていく、はあ、そうなんですよ、でこの要は天皇になると、やっぱここからはちょっとやっぱ歴史の方になっていくから、うんうん、ここまでが基本的な神話という括りになるのではないかっていう、そういうことでございますよ、なるほどでございます、正直後半はもう疲れてましたこの長尺を撮るの初めてなんで、これはちょっとねすごいっすね、この長尺一気に撮られてる方たち、もうちょっとね、だいぶちょっと巻き気味になっちゃったかもしんないですけど、まあでもなんか繋げて聞くと映画みたいな感じやね、そうそうそうなんですよね、うん、でまあ神武天皇は、うん、その大物主と言われる神様の娘さんと助頼姫と結婚するっていう、まあそういう流れもあるんですけどもね、この岩井彦は神武天皇に即位してから、はい、まあ嫁さん、妻を探すわけですよね、うん、まあ皇后、正妻を探そうって話になるんですよ、うん、で、べっぴんさん募集してまーってなって、うん、ですぐ見つかったんですよ、でその娘さんはどうやら、うん、神様と人間のハーフだと言うんですよね、あら、ね、このお母さんもすごいべっぴんやったらしくて、うん、大物主っていう神様が惚れて矢に化けて、うん、そのお母さんのうんち中に、うんうん、チクってね、うん、刺しに行ったっていう、刺しにけお尻を、でその女の子びっくりして、うん、お母さんびっくりして、おらそう、逃げ回って、うん、でその矢がムクムクムクって言って、俺やでってなって大物主やでってなってってなって結婚して、いやすんのかい、生まれたのがその伊助頼姫だというなんかすごいシーンがあるんですけど、すごいシーンよね、でこの伊助頼姫と神武天皇は、うん、まあ、結婚しましたと、はあ、まあこれも要は、まあ、いろんな考え方があるんで、この伊助頼姫とかこの結婚に対してもかなりいろんな考察はしてるんですけどもね、うん、ただこの、まあ、神様と人間のハーフだよっていうことで、神武天皇はやっぱそういう存在と結婚したよっていう、まあ、箔をつけるためやったんじゃないかとかね、なるほどね、まあもっと深い意味がある、悪い顔する信じないよ俺はみたいななるほどねということでね、
一気にお話してきましたけどもね、日本神話のお話いかがだったでしょうか。はい、ね、これを見てもらえば、まあ、これからのお話もそうですし、これまでお話してきたいろんなミステリー編とか生徒竹内文書のお話の意味も伝わるかなと思います。ちなみにその生徒竹内文書っていうのは、この日本神話の裏側って実は歴史で、こういうことがあったんだよっていう、まあ、裏神話みたいなお話をしてるので、ぜひね、興味がある方はチェックしてみてください。ということで、長くなりましたが、お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。ということで、本日はこの辺で、またね、バイバイ、バイバイ。